当事務所の秘書の石川です。今日は本当に忙しい中ありがとうございます。市民の皆さんも本当に毎年お疲れ様でございます。これから核ごみ関連についての意見交換したいと思いますので、まず最初に福島議員の方から一言よろしくお願いします。はい、大変お忙しい中本当にありがとうございます。今日のいろんな対話が有益になるようにと思います。参議院議員福島美里です。よろしくお願いいたします。それからすでにご案内すると思いますが、役所の皆さんの顔は写真および動画で映さないようにしてください。これは約束事になっておりますので守るようにお願い申し上げます。それでは増野さん、よろしくお願いします。はい、はい、皆さん時間になりましたから締めたいと思います。まず市民側でも今回初めて参加された方がいらっしゃいますので、会合が始まる前にお断りをさせていただきたいと思います。石川さんがおっしゃった通りのことですので、官僚の皆さん のお顔は映さないようにしますけれど、私たちは全然映しても構いませんので。それから私は2014年の時から福島事務所に協力していただいて、こういった会合を持っていますけれども、この会合は日頃ね、こういう難儀な内容、気が重くなるような問題に日頃国民のために一生懸命働いてくださっている省庁の皆さんに、私たちが国民としてわからないことを詳しく分かりやすく教えていただく場合ですので、前もって質問をお渡ししてあります。なので市民の皆さんも発言したいこと、伺いたいこといっぱいあるでしょうが、そういった発言をされたい時は後で時間を必ず設けますので、あまり長くならないように一問一答してやりますので、不規則発言をするとか、皆さんが説明してくださっている時に突然大きな声を張り上げるとか、勝手に発言をされないように、進行役の上を飛び越えて急な発言をなさらないようにお願いをしておきたいと思います。それでは早速始めたいと思います。前回の反省を経てですね、記録を見ていたら何をやっているかわからないことになってしまうので、今日はですね、前回の時は質問をこちらで差し上げたものに対して読みもしないで回答だけをいただいたんですが、今日は高速回転で読みますから、それに対して一問一答で答えいただくようにしたいと思います。それではとりあえず始まる前にですね、今日の発言を予定している核ごみ問題研究会 のメンバーの皆さんに一言ずつ自己紹介、どこから来たらないのかということをお話ししていただいて会合の内容に入ります。宮下さん。北海道釧路市から参りました、釧路市議会議員をしております宮田まどかと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。主催のめくれフリー北海道 の代表マッシャー委員会です。よろしくお願いします。今回初めて来ました室蘭の方から参りました、廃炉金属の再利用を監視する市民の会というのを昨年立ち上げまして、いろいろ分からないことがいっぱいありますので、いろいろ教えていただきたいなと思います。大倉という方でございます。青森県三市から来ました。南西区の市民の職員国団の実況者の山田です。私は原発メーカー訴訟と言いまして、この問題に関してはですね、電力会社だけじゃなくて本来メーカーが責任あるんじゃないかというふうに考えておりまして、かなり広くですね、いろんなことを考えております。その一つとしてこの核ごみの問題も考えておりますので、よろしくお願いします。あと田中一郎さんに、東京都に入られる。今日は最初にの関係の経済の話についてお伝えを持ってきております。田中一郎です。それでは早速内容に入ります。質問の内容を宮田まどかさんに読んでいただきます。まずはじめに放射性金属加工資料及び
繊維の試験データ改ざん問題についての、市民グループからの質問を聞きしたいと思います。1、原発廃炉金属の現地搬出から運搬、加工、加工物、製品搬出までのトレーサビリティの確保に関してどのように実施していくのか説明をされたい。いつでも誰でもトレーサビリティを調べられるように情報公開するのかお願いします。すいませんが、お答えになる方がどの部署かのどの省庁の何さんであるかだけ教えてください。環境省廃棄物規制課の寺井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご質問もですね、原発廃炉金属の話ですけれども、原発の、その物が使われている場所によってですね、どこで使われているかによって放射性物質が汚染されている度合いというのが異なりまして、汚染度合いが高いものが低いものがあるで、その低いものに関しましてはクリアランス制度というものをですね、見て持っておりまして、事業者の方々に、クリアランスがこれはどれぐらいの汚染のレベルなのかということをですね、測っていただいて、でその測り方もですね、規制委員会がですね、ちゃんと確認をした上で、でさらにその結果も確認をした上で、その汚染がされていないということを確認するシステムだと思います。でその結果につきましてはですね、トレーサビリティ、クリアランスを経たものだといえども、そのどこで使われているのかというのはやはり、把握しておくということが大事ですので、トレーサビリティ確保のためにですね、環境省としましてはその、情報をですね、いただいて、管理をしている、情報を把握して、どこでどういうふうに使われているかということを把握しております。一通り関連の質問も読んでください。放射性物質に関するクリアランスレベルの見直しについて説明をお願いします。経済産業省資源エネルギー庁放射性廃棄物対策課の村山と申します。よろしくお願いします。クリアランスレベルの見直しということについてですけども、現時点では、見直しが検討されていると承知しておりません。以上になります。次に日光室蘭製作所が行った実証実験において出たスラグは現在どこにどのように処理保管されているのか、またスラグに含まれる放射性物質の測定値を明示していただきたい。お願いします。同じく資源エネルギー庁の江橋と申します。発生したスラグに関しましてはですね、クリアランス金属を使用する前の染料投与率と変わらない値であるということが分かっておりますので、通常のスラグの処分方法と同様に処分しているというふうに承知しております。でなおですね、スラグに関してもスラグを溜めておく大きな容器にはスラグポットというのがあるらしいんですけども、それに対する染料投与率をきちんとクリアランス金属を使用する前と後で測ってですね、値は変わらなかったということを確認しております。以上です。実証実験で作った容器は現在どこにどのような形で保管されているのかお聞かせください。はい、同じく場所から回答いたします。試験でですね、試作しました処分容器に関しましては、電力の専用線として、現在建造中のものがございます。こちらの低レベル放射性廃棄物の運搬線にあるんですけども、そのセンサークリエントのカウンターウェイトとして再利用されたというふうに承知しております。以上です。今後の原発廃炉金属再利用の計画はどのようになっているのか。報道によれば、今後は内容器以外の電力関連部材、例えば鉄塔などへの再利用などを考えているということでありますが、これは民家の近くにも建てることになるのか、またどこの会社がどこに建てるのかお聞かせいただきたいと思います。資源エネルギー庁の村山が回答いたします。クリアランス制度ですけども、こちらは社会に定着するまでの間は、電気事業者は
クリアランス金属の再生加工品につきましては、電気事業施設、発電所内施設、原子力関連施設での再利用のほかに、クリアランス制度の理解促進のための展示といった用途に限定してまして、市場に流通することがないように対応していると認識しております。はい。でそうした中でですね、電気事業施設での再利用として、鉄塔への再利用ということも、考えられますが、そのことが直ちに民家の近くに鉄塔までに利用するということは想定はしておりません。ただ、鉄塔が比較的民家の近くにあることもあるじゃないですか、さまざまな鉄塔が。はいはい、鉄塔が田んぼの中にあったりとかいろいろしていますよね、はいはい、ですから初めの方のお答えは電力会社の中とかねという話だったけれども、それ以外もあり得るということですし、それから電力会社の中といってもそこで働いている労働者がいるので、はい、その若干本当にちょっと若干危険ではないか、その2点についてどうですか。はい、そうですね、クリアランス、認可されたものを再利用するということですので、そこは人体への影響がないということは実証されているという、クリアランスレベルのものですね。なので、そこは一つその認可されているということで、実証はされているということだと思います。で、鉄塔ということももちろん考えられるんですけども、それが皆さんの生活の周りの近く、すぐ近くにですね、するということは今のところは想定はしていないというところでございます。福島さん、ちょっといいですか。はい、ごめんなさい、福島さんがすごくいい質問してくださったんですけれども、今日は現地からね、室蘭からおいでなので、この質問項目を考えられた市民の皆さんが今日のさらっと答えていただいたものに対して何か疑問やもうちょっと聞いてみたいということがあれば、どうですか、発言して。まず、まず通常のスラブですね、Q3 ですね、Q3 のところで通常のスラブと同様にするというふうに、言われたと思います。ところがこのスラブが一体どこにあるかが全くわからなくて、その測ったというのも私たちには全然わからない情報が書いてあります。なのでそう言われてもねというのが、市民としての実感で、ちゃんとその情報公開というのはしてほしいなと思っています。それと、4番目ので重りになっているということを言われたんですけど、でその日本市場によりますと、船の重りになって、搬出されましたというんですが、一体どこに搬出されたかという話なんですね。もともとの話では、日光製作、日本製作所は容器ができたら東海原発に返すんだと言ってたわけですね。でところがそれも場所取るしまだ使うって決まってないもんだから、もう一回固めちゃって、塊にしてしまって、それで磁気運搬船のこのカウンターウェイトの製作はカウンターウェイトにしてますという製作したというんですけどね。そして製作搬出とさせていただいたものですとこう書いてるんですけども、どこに搬出したのか、搬出っていうのはただその日光の工場の中から出しただけじゃないのかと、この船が一体どこにいるのかっていうのもわからないんで、一体その来たやつが来た原発から原発廃炉分析とかですね、それが今一体その溶かしてこの関東エリアになったなってどこに行ってるのか、船って言ってもその船はどこにあるのか、その辺が全くわからないので、ちょっと特に海のことですし、どういうふうになっているのかというととても心配なんですね。でそこら辺の情報は掴んでらっしゃるんでしょうかということなんです。ちょっと聞くときに、はい、ご質問についてお答えいたします。まず鳥居さんのスラブの件ですけども、線量取る率を測っているということに関しては、資源エネルギー庁のホームページで毎年委託事業の報告書というのを公開しております。でその中で測った値と測った内容と測ったことと測ったデータ自体も公開させていただいております。でちょっと多分、
報告会ですね、室蘭の報告会では、おそらくちょっと時間の都合とかあってですね、そういう細かいところまでちょっと、おそらくお示しできなかったのではないかと理解しておりますけども、占領登録率のデータ自体はきちんと公開させていただいております。で、2つ目で、船のカウンターウェイトが今現在どこにあるのかというご質問ですけども、こちらはですね、今まさしく建造中のものでございまして、今山口県の下関の方で、船を作る会社の造船会社の方で作っているというので、そちらで、にあるというふうに聞いております。以上です。すみません、もう一個だけ、最後にね、石川流通しないようにということで、だいぶご説明いただいたんですけれども、クリアランスとして認可されているのだから大丈夫だとおっしゃるけれども、私たちが心配しているのは総量なんですね。でもしこれで終わりならば安全かもしれません。しかし今後どんどん廃炉が続くわけです。でその時にどんどん来るとこの道がありますから、なった時にこれが溜まっていくっていうか、なくならないですよね。こうしてこうして移動するということになります。なので、私たち世代じゃなくて次の世代とかに関係があるので、この総量規制っていうのがされないのかなっていう、こうその時測っていて大丈夫でも何年かで、しかもこの、日光のことに関しては今後測りませんと言ってるし、情報公開もしないと言ってるので、ということは次に金属が来てもわからないわけです。で測定もしてくれないわけです。空間放射線のようなになってくれない。なので私たちは今情報公開をしてほしいなということをすごく思っております。今のは情報だから、村山さん何かお話しされようとしたんでしたら、どうぞ総量の規制に関してどうぞお話ししてください。総量規制というのは、それを作るべきではないかということです。そうですね。それと、そうです、総量規制というのは今後やっぱり考えてほしいなと思うのが要望ですね。それとやっぱり情報公開も普通の金属と同じだと皆さん使いを出しませんと言っているのが、やっぱりすごくこの住民としては今後もやっぱり測ってほしいと、来た時にはやっぱり情報を現在どこそこの現場から解除しましたよという、そういう情報、そういうことを取り下げてたんですけれども、それが住民にも分かるようにしていただけたら安心ができるのかなと思います。関連した発言なんですけれども、お二人に職場に持ち帰って、それがどういうふうに使われるかは分かりませんけれども、実は一昨年に説明会で私行ってみたんですね。それからこの核ごみ会合でも、先ほど一昨年だったか、これに関して質問をしましたところ、先ほどのようなお話があったんです。機密性の高い場所でその加工事業や試験をしているのかどうかという質問をしましたが、先ほど村山さんがおっしゃった通り、クリアランスレベルのものだから、そういったことは労働者がそこにいたとしても一回一回測る必要はないのだっておっしゃるんだけれども、そしてそれを仮にもちろん測りますとはおっしゃっていただいたんですけども、測ったデータに関しては皆さんにお知らせするようなことのことでもないですっていうことを現場の説明会で、現地の説明会で私もその場にいましたけれども、そういう説明がありました。でもやはり先ほど村山さんが言ってくださった通り、もしもこのクリアランスレベル制度というものを国民にもっと分かりやすく理解してもらうつもりがあるのであれば、国も事業者ももう少し住民が安心できるような情報公開の仕方をしていくべきだと思うんですよね。そう思って聞いていたら、先ほど の福島みずほさん の質問でね、それにかかることだと思うんですけど、私たちなんとなく環境省の皆さんもクリアランスレベルということが完全に安全なものであるということの上に立っていらっしゃると思いますけど、私たち2012年に突然この指
性廃棄物とかその他に偶然できてしまった人工的な原子力のゴミたち、低レベルと呼んでいたとしても8000ベクレルなどというものはかつて今までそんなに低いレベルのものとしては認識されていなかったものたちなので、それについて急に慣れなさいとか環境に出しても大丈夫とかそれを加工しても全然あの人体に影響ないですよと突然言われてもですね、国民はやはり理解できないと思います。ということを知りたいんですね。もう少し情報公開や住民が理解できるためにどうしたらいいかということを間に入ってしていただけるといいと思います。この話もう少ししたいですけれど、次 の, あの同じ話題で年振りかかりたかった質問項目があるので宮田さん、それでは質問項目で読んでみます。引き続き質問をさせていただきたいと思います。昨年神戸製鋼所の製品材料でも検査データの不正があったことが発覚し、原子力施設への使用があったかどうかを調査する動きがあったと報じられておりますが、この問題について明らかにしていただきたいと思います。はい、原子力規制庁の実用度監視部門の石井です。ご質問1についてお答えいたします。確かに神戸製鋼の件が公表されてから我々としてもですね、事業者の方に、こういった不適切な行為だった製品の、使用ですとか納入の事例がありましたら報告するように事業者に要請しています。で実際その中で確かに不適切な行為があった製品が実際に使用または納入されていたという事例がいくつか報告されていまして、でただ実際に報告を聞いてみますと、そもそも使用する前で保管してあった製品ですとか、あるいは事業者が自ら健全性を試験で確認したものであって安全上の影響を及ぼすようなものではないということは確認しております。で他の事業者からも報告を受けているんですけれども、安全上の問題となるような事例は今まで報告されていないところです。でただまた何か新しい動きがある可能性もありますので、原子力規制庁としてはこの状況を引き続き注視していきたいというふうに考えています。原子力施設金属加工事業金属加工事業との関連の有無について、会社側は、関連省庁経済産業省電気事業連合会規制委員会へはどのように報告したのかという質問ですけれども、事業者が来られてないのでどのように報告を受け、どのように指導されたのか明らかにしていただきたいと思います。じゃあ原子力規制庁の実用監視部門の石井です。神戸製鋼からは今回の不適切行為の事案が公表されてから2回報告を受けていまして、いずれもどういった不適切な案件か原子力施設であったかというものなんですけど、1件目については一番最初に原子力施設で見つかった案件なんですけれども、福島第二原子力発電所 の, 倉庫に保管中の配管に、そういった不適切な行為のあった製品が保管されていたということについて、まず神戸製鋼から報告を受けています。で2回目の方については日本原燃 の, 新型遠心分離機に使う予定だった部品にやはり不適切な行為があったということで、その件について報告を受けています。以上になります。ですね、失礼いたしました。少々お待ちください。はい、そうですね。引き続きこういった問題が確認された場合には速やかに提供してほしいというふうに伝えています。このようなずさんな情報処理、現場の始末をする会社が北海道内で放射性金属加工事業をしており、住民に対して安全であるとして説明を続けているが、一部放射性トリチウムの説明なども科学的な解釈では十分とは言えないと、住民説明会で参加者から数度指摘を受けている。会社の信頼性が揺らいでいる中でこうした事業を北海道内で継続されることに抵抗を覚える道民もいる。地域住民には昨年6月28日に室蘭で開催された説明会の場でどのように説明したのかお願いします。去年できなかったものですから一昨年
一昨年のことですか、はい、一昨年も説明会忘れていますけれども、この質問は去年できなかったので、一昨年の6月28日の説明会ではというふうになっていますが、昨年やった、今年度ですか、やった説明会は違う日でしたね、3月だったんですね。昨年の3月22日ではなくて、一昨年の6月28日のことを言っておられます。はい、すいません。ちょっとそういうふうにちょっと認識してなかったので。江橋さん、もしよろしかったら、3月の昨年の説明会でどのようにこの部分について説明されたかを教えてください。ですね、昨年3月22日の報告会のことをさせてもらうというふうにちょっと理解しておりましたので、はいはい、そこについてご回答させていただきます。で、一応神戸製鋼所からはですね、昨年3月22日の報告会におきまして、検査データの不正ではなかったんですが、その平成27年度と28年度の、事業の成果報告書においてですね、一部は計算値との間違いがあって、その修正を行いましたということは報告させていただいております。で、報告書の本旨とか結論に影響を与えるような程度のものではないということも合わせて、その時にですね、報告したというふうに承知しております。と、以上です。浦和濃縮工場の関係で、先ほど神戸製鋼の共同会談の話が出てきて、で、ホームページ確か日本原燃の方ですね、調べたら共同が勧告されていたということで発表になっているんですけども、受けるは私たちとしては強度改ざんがあったということで不信感があるのに、強度を調べたら大丈夫だったって言われても、それってなんか取ってつけたような感じでね、すごく不信感を感じるんですよ。で、しかもホームページ上で日本原燃はなんかそれをあたかも使うかのように出すわけですね。そうすると、じゃあその最初の発表した強度改ざんの問題というのはどこに消えてしまうんですか、ね、その調べることによって強度が保たれるというのも意味があるんですか。ちょっと県民から感情からすると使っちゃいけないものなんですか、みたいな気がするんですよ。原子力規制庁の池田でございます。現在原子力規制庁で把握している限りにおきましては、現在その日本原燃において その不適切行為のあった、部品に関しては、まだ使用していないというところまでまで把握をしておりまして、今後どのように装備が使われるかについては、まだ、報告を受けておりません。7つの工場があって全部今解体徐々に進んでいるんですけど、どうやっていくところがなくて、これに最終的な工場があるのに、今度は19年から浦和濃縮450トン許可が出てるから、これを作っていくって話には聞いてるんですよ。その時に、じゃあそのさっき言った強度改ざんっていう問題だったのに、じゃあ今強度は大丈夫ですよと、それを使うんですかっていう疑問を感じるわけですよ。皆さんは季節のものだから、それは使っちゃダメっていうのは普通だと思うんだけど、それを使っていいということにはならないと思うんですけど、その辺どうですか。使用されるという申請が受けてはおりませんので、現在のところにおきましては、もし申請が出た場合には、その、検査データについては、規制庁において確認をして、参りますというところでございます。大倉さんと福島さん、どうですか。何かする質問ありますか。どうぞ。いいですか。今までは使われてはいないんですか。大丈夫です。今のご説明だと、今後使うときに規制庁はそれを認めないという話でしたよね、今でしたよね。で、ちょっとこちらに誤解があったらすみませんが、今まで使われているということはないんですか。はい、セルアッパーペーシス部品に関しては、今そのリニューアルを成立するところに使う予定であった部品というふうに伺っておりますので、現在のところ使われてはおりません。使われてない。それは業者が説明しているわけで、その書類と私たちが見るということはできますか。検査データということです。というか、どういうものか。つまり、ちょっと疑り深くてすいませんが、はい、今、一切使われてないということですよね。はい。
はい、その濃縮で問題になっている部品に関しては使われておりません。わかりました。はい、で多分発言されないんですね。ちょっと待っていただけますか。私たちこんなに疑い深いのは、皆さんは間に入ってくださっているので伝えていただきたいだけなんですけれど、例えば先ほど室蘭の、ね、大倉さんがおっしゃっていただいたように、2年前は私たち現地説明会で余裕進路用の処分用の入れ物を作って、それを加工する事業で測ったり途中の加工する段階でいろんなことをやって、最後は縮めてね、四角くして少し放置して、それから元のところに戻すんだって聞いていたんです。そのように丁寧なご説明が2年にわたってあったんですね。ところが先ほどのようなお答えですと、いつの間にか船の重りになってどこかわからないところへ、よく調べなければわからないところへ運ばれていったというようなことがありますので、そういう意味では一番前の船の質問の下のところにトレーサビリティという言葉がありましたけれども、追跡調査がしやすいような形にはこの事業というのにこの全体を見るとですね、なっていないような気がします。それではどうぞ。今福島水尾議員の質問されたことについてなんですけれども、規制庁さんもですね、今まで、今日本で急きょ動かして今度、柏崎刈羽とか東海大とかあるいは、高浜の一員防御所の宮本とか全部 OK 出してる。でこの現実をずっと見てきまして、私たちは規制委員会は何やってんだろう、自分たちは自分の目でちゃんと確認してないんじゃないかというと強く感じております。で事業者が言ったこと言ったから、それでそうです、いいんですいいんですって、そういう返事ばっかりで東海大なんて OK 出しちゃってるんですね。これは私たちの再、審査請求出してるんですけれども、でそういう中で今日のお話どこの部分かっていうのちょっとまだよくつかめてはいないんですけど、私今読んでて、ただ今の石井さんのご返事だと、要するに事業者あるいは電力会社なんでしょうかがこう言ってます、それで大丈夫です、で倉庫に入っててこれから使う予定ですけどまだ使ってないから大丈夫ですっていう返事なんですが、それではあまりにも甘いと思います。実際に使っているものに本当に使ってます、今の専門家で使ってないかどうかちゃんと入って試してほしいんです。それを強く要望したいです。はい、確認してほしい。はい、これちょっと今の米国家権とも関係あるんですけれども、日光の方の第3回 の、 こう事業説明会の時にここ出されたんですけれども、この放射性物質を測って大丈夫だと言ってるんですけれども、この私たちに公開されたものには推定放射線濃度と書いてあって実測してないんですね。なのでなぜ実測しないのかな、そんな特にそのような神戸製鋼のそんなことがあった後でね、これ実証実験なんだから具体的に測定しなくちゃいけないんじゃないかと、なのにそれをやってないっていうのがやっぱりすごく不信感を持つので、この辺もきちっとこう分かっていただきたい、公開に出てきたいただきたいなと考えております。それは質問じゃなくてご意見だと思うんですけれども、このような意見があったということを職場に持ち帰って国民の意見としてお伝えいただきたいと思います。どうぞ、はい、どうぞ。じゃあ マイクを回します。マイクを使っていただきたいです。ね、神戸製鋼は40年くらい前から不正をやっていたという伝えられてるんですよ、マスコミ情報等ではね。だけど規制委員会はですね、1年間だけ振り返って調べてこいって指示をお出しになったんじゃないですかね。そこちょっと確認したいんですよ。だから神戸製鋼が40年前からやっていたかどうかとかいうのはですね、お調べになったのかっていうことね。それからもう一つは指示をですね、その不正機関と思わしきその機関に対応してお出しになったのかっていうですね、ちゃんと調べろって言って指示されましたでしょ、発覚した時にね。
それなどういう指示を出したんですかね。そこがものすごく腑に落ちないんですよね。もうだいぶかなり前になりますけどね。はい、現職規制庁の石井です。まずこちらから事業者に出した指示なんですけれども、何か期間とかを特定したわけではなくて、どんなものをやっても、こういった不適切な行為のあった製品の、使用ですとか納入の事例があれば、情報を報告するように要請したというものです。あとは40年前からという点については、我々現職規制庁に関連するものについては不適切行為に関する神戸製鋼の公表状況を見ておりますけれども、中にはかなり前からそういった不適切行為のあったものもあるかもしれませんけれども、我々としては神戸製鋼が最終的に報告書を出しておりますけれども、その中で、こういった期間で不適切行為を行っているということを、神戸製鋼が公表しておりまして、で事業者もそれに対応する形で、そういった神戸製鋼が公表している期間 の, 不適切な行為だった製品について調べて我々に報告しているという形になっています。すみません、確認で、原発に関しては不正なものが使われたということはないということなんですか。ですね、不適切な行為のあった製品の使用または納入の事例は実際にありまして、今までに3つあるんですけれども、はい、1つは先ほど申し上げました福島第二の使用前の配管の件と、はい、あと日本電源の新型エンジン部品使用予定の部品だったもの、であと北海道電力から報告されておりますのが、はい、非常用利発電機の排気電箱という部品 の,、はい、冷却用の配管に、そういった不適切な行為になった配管があったということを、はい、報告を受けています。でただ実際に事業者がその、今回の行為というのがその銅の成分の値を書き換えたというものだったんですけども、実際に同じその金属から作られた別の製品 の, 分析をしてみましたら、問題のない成分値になっておりまして、で北海道電力としては継続して使用することに問題ないというふうに報告を受けています。わかりました。はい、もう一つこの問題一番最後に確認したいことあるんです。9の3番の中に入っている放射性トリチウムの説明のことです。この核ごみに関する政府の会合の何回目かの時に実際に説明してくださった事業者さんが来てくださったんですけれども、その時の説明がどうも腑に落ちないんですね。私たちは素人なので理系でもありませんし、よくわからないのはその放射性トリチウムが進めればいくらでも出していいかのようにご説明がその度にあるんですよね。で私たち福島原発事故以降はいろいろな放射性各種について名前を聞きますけれども、トリチウムの取り扱いに関して金属加工事業の中でもここの部分の数値がドボンと大きいのにいくら出しても大丈夫であるかのように説明されてもなんとなくこう納得できないんですよね。この辺りの説明の仕方に関してなどは環境省さんや規制庁さんがどのように受け止めておられますか。ちょっと私前回までのその会合の議論を承知していないところはあるんですけれども、ちょっと繰り返しになってしまうかもしれないんですけれども、その放射性トリチウムですとか、他の放射性物質 の, 規制に関しましては濃度規制になっておりまして、でその濃度 の, 限度を下回るものであれば放出していいという形になっていると認識しています。わかります。なので私がさっき申し上げたんですけど、その方はこうおっしゃったんです。説明会に出してたんでしたっけ、水のようなものだっておっしゃるんです。そして薄めればたくさん出してもいいかのように説明をされたんです。なので住民の皆さんがとても不安に思ったという話なんです。これはお伝えしておきますので大変申し訳ないんですけども、この金属加工事業に関わった方たちにもう一度そのあたりの説明を住民にどういうふうにすべきだったか、するのかどうなのかあたりを確認していただいて、それをフィードバックしていただけませんか。よろしくお願いします。では申し訳ありません、この話題に関してはこのぐらいにしたいと思うんです。いらしている市民の方々でこれまでの一つ目の
放射性金属加工事業のことに関してどうしても発言されたい方がいらっしゃらなければ、2つ目の質問事項に移りたいと思います。構いませんか。はい、それでは皆さんどうもありがとうございました。丁寧に教えていただいてありがとうございます。では、ありがとうございました。次の話題に移ってまいりたいと思います。次の話題はですね、幌延新地層研究開発センター施設関連問題というふうに、よろしくお願いします。それでは2番目の幌延新地層研究開発センター施設関連問題について伺っていきたいと思います。前回の会合からの引き継いだ質問でありますけれども、十分なご答弁をいただいていないと思うところがありますので、再質問するものであります。お願いします。坑道内での火災、地震、土地の隆起、火山の噴火などが起こった場合に、放射性物質がどのように漏れるのかを想定したあらゆるパターンのデータを示していただきたい。この質問については、2017年8月の通知質問でありますが、その後出された資料は該当するものではなかったため、福島みずほ議員が追加資料として最悪シナリオ地下坑道火災事故シミュレーションの提出を請求したものであります。ご回答よろしくお願いいたします。どなたが説明してくださいますか。リウモの技術部の兵藤と言います。よろしくお願いします。すみません、もしかしたら若干行き違いがあるのかもしれませんけど、昨年の2月に全く同じ質問があって、一応創業中の話と埋めてから数万年以上についてご説明はしたつもりだったんですけれども、もう一回ざっとやった方がやって質問を受けるという感じですか。申し訳ないんですけど、私たちが納得 しなかったのはご説明の内容ではなくて、それはその説明は、そもそも それを設置した時にそういう内容で行いますよっていう時の話だったのではないかというふうに思うわけなんです。それで出された資料もですね、後から出していただいた資料もですね、いくつかの起こりうる過酷を想定した内容、事故の想定というようなものは出るには出てきました。作る時のそのご説明と同じものです。でも私たちがお伺いしたのはそういうことではないですよね。例えばですね、去年の7月にコロノベのジェネリーへの夢地総監のところへ行って交渉したときにお話を聞いたんですけれども、例えば水波あたりでは地下坑道の中で火災事故起きてますよね。起きましたよね。で、私たちがその時伺ったのは、例えばコロノベみたいなところの横坑道がすごくね、広いところで火事が起きたりしたようなときにも心配なわけですよ。そういう時、実際に創業しているそういうところでそういうものが起こったらどうなんでしょうねという話とかで、例えば今現在やってるあそこでもそうなったから、実際に最終処分地が選定されて、そういうものが横行動もできて、実際の放射性物質が運び込まれる途中の込まれているやってる最中とか、運んでいる途中、工事の途中でそういうことがあったらどうするのかっていう想定はしているのですかという質問だったと思いますが、あまり納得する説明だったようには思わなかったんですね。それで、それがあるのですかとお伺いしたら、そういうものはありますっておっしゃったんでしょうね。想定だったんですか。火災の想定があるんだったら、それを福島さんが出してくださいとおっしゃったでしたよね。はい、前回その前に、そうですね、その前にということですか。そうですね。でも出てきたものがそういうものでは、私たちが欲しかったものではなかった。火災について。そうです。
ということです。火災のことだけじゃないですよ、ここに書いてあるのは。あらゆるパターンのデータを示してくださいと、はい、いうふうに言ったら、そういう最悪シナリオはありますっておっしゃったんだけれども、出されてきた資料を見たら、作るときにこういうことは考えてますよとか、こういうことができますよということは書いてある。あ、それは多分2月、去年ではなくて、多分その前の時は、規制委員会の似たような施設の管理事業っていうのがありますから、それの規則がこういうふうになってるんで、これにのっとってやっていきますっていうのを一昨年の夏にお出しして、昨年の2月はシミュレーションの話をさせていただいたと思うんですよ。そうです。はい。すいませんけれど、その時の話題を思い出していただきたいんですけれども、昨年の2月に私がお伺いしたのは、NUMOの代表理事の近藤俊介さんが、最悪シナリオはないというようなことをシンポジウムで何回かおっしゃったので、私は直接質問をしたので、そう申し上げたら、そんな風に言うはずはないんだけれどというようなお答えだったんですね。でも実際に最悪シナリオ、火事とかこういった土地の流火山の噴火などが起こったときに、そういった施設がどうなるか、あるいは経済的に、というお話は聞けなかったと私は記憶しています。もしあるのであれば、今日その回答をどうぞしていただきたいと思います。はい、昨年一応やったとはすみません思ってるんですけれども、そうですね、はいはい、ご質問が、その高度内の火災地震と、それから土地の隆起、火山の噴火ということで、大きく2つに、その創業中の話、火災とか地震、それから埋めた後数万年以上の長期の話で、土地の隆起とか火山の噴火について、お話をしました。で、創業につきましては、火災とか地震で結局その廃棄物の廃棄体にどういう影響があるかをこう分類していきますと、結局その廃棄体自体に衝撃が あって、その容器が壊れるとかというパターンと、それから温度が非常に上がって、ガラスの品質が悪くなって、そこが漏れるとか、その2種類に分けていくと、で衝突に関しては、落下とか、トラックが地下の高度暴走、一掃したりして壁に打ち合ったりしたらどうなのかっていうのを検討してて、でそういうのをシミュレーションしていたけども、容器オーバーバック変形はするまでも破損まではいかないという結果がおおよそのところです。はい、という、聞いたことがありました、でね、ここの質問は、そういうデータを私たちが見することができて示していただけるのか、どこに行ったら見れるのかという話をしたんだと思います。それは、はい、見えます。で前回は、報告書レポート出す途中だったので、中間的なものが、公開されたものがあったので、それをお示しま、ご説明したんですが、レポートがまとまっ、去年の秋にまとまりましたので、そこの該当箇所をこの、今日は持ってきてませんけども、お送りすることは公開してますので、それはできると思います。それをお願いします。はい、それを求めてます。はいはい、その時は中間報告だったんです。中間でも一応ホームページ上に出てればいました。はい、わかりました。じゃあその詳しいものをどうやって探したらいいのかを、はい、じゃあ次の質問。地層処分事業のコストを算出の際、事故を想定したコストを算しているのか、過去の質問でございますが、最終処分施設は完成してからでなければ保険の適用は算出できないとお答えをいただきました。最終処分地が決まった後に、施設建設途中で事故が起こった場合はどのような対処になるのか、事故途中と完了後では状態が違ってくるのだろうが、最終処分のコストの中にそのような状況となった場合を試算したことがあるのか、そうした試算を国民が閲覧することは現時点で可能なのか、お答えいただきたいと思います。NUMO事業計画の黒沢です。私の方からご説明させていただきます。現在 NUMO は、最終処分法に基づきまして、最終処分の事業者でございます。でこれが処分地が選定されたのは、私どもはその、創業を開始するにあたって、原子力規制法に基づいて原子力事業者としての認可を受けることになります。
で、この時点で私どもは、国の法律、まあ、現場法に基づいて、民間保険と政府保障に加盟することになります。そういったことで、今後まあ、事業の進展に応じてそういった保険に入って、適切な対応をしていくということでございます。以上です。はい、続きまして幌延水波ほかの地層処分研究本年度事業と研究事業終了時期について4点お聞きします。 JEA が幌延や水波で行っている地層処分研究事業の本年度の事業計画について説明をお願いします。文科省は平成30年以降の研究事業について JEA からどのように報告され評価したかお願いします。はい、それでは日本原子力研究開発機構からなりました瀬尾でございます。よろしくお願いいたします。まず私どもから本年度の事業計画ということをお伝えしたいと思います。この事業計画、本年度の事業計画についてはですね、まず主務大臣の方に届け出る年度計画を加えまして、コロナ米水波ともにですね、昨年4月以降、まあ、地元の皆様等々にですね、ご説明をさせていただいております。でこれらの資料はですね、JEA の、ホームページで、掲載しておりますので、まあ、ご覧いただけるかと思います。まあ、それの資料でもお示ししておるんですけれども、今年度はですね、水波、幌延ともですね、それぞれ3つの必須の課題というものを設けまして、それに重点的に取り組んでおるところでございます。で主な内容を紹介いたしますと、はい、幌延ではまず1番目の実際の地質環境における人口バリア適応性確認試験というものを行っておりまして、それを継続するとともに、オーバーパックのですね、模擬体なんですけども、腐食試験について原因付けの継続を終了いたしまして、それの評価を行っているところでございます。もう一つ、物質移行試験がございますけれども、これについてはその物質移行現象についての評価取りまとめを進めておるところでございます。2番目の処分概念オプションの実証というのがございますけれども、これについては、まあ、共同研究としてですね、搬送定置あるいは回収技術に関する実証試験というものを開始しているところでございます。3つ目の地殻変動に対する体積なの、まあ、干渉能力、まあ、どれぐらい、外的な、まあ圧力から、まあ、干渉的なものがあるかとか、そういう干渉的な能力の検証ということにつきましてはですね、割れ目、水圧上昇とか割れ目の水位特性、どんなに影響を与えるのかとか、そういったことを試験を終了いたしまして、その結果に基づいて、まあ、体積岩が持つ干渉能力について評価を進めているところでございます。水波についてもやはり3つありまして、1つ目は地下行動における光学的技術の開発というのがございます。2番目として物質移動モデル化技術の開発、3番目は行動面の技術の開発というふうに、はい、すいません、申し訳ございません。はい、地殻行動における光学的対策技術の開発というのでございます。2番目、はい、光学的ですね、光学的対策技術の開発、申し訳ございません。2番目が物質移動モデル化技術の開発、3番目が行動目戻し技術の開発、行動ですね、行動、はい、行動ですね、行動目戻し技術の開発について継続して行っておりますけれども、これまでのですね、得られた研究成果の取りまとめを現在行っておりまして、さらに、まあ、最後の行動目戻し技術の開発につきましてはですね、震度500メートルの坑道があるんですけれども、そこで の地質環境の回復能力を評価するためののために実施いたしました再完成試験がございまして、その再完成試験の結果の解析、あるいはその再完成ですね、水がまた、はい、完成っていうのはオオカミカンですから、それ水って書いて、はい、完成ってことですね、再で再びっていうのは再完成ですね、再完成試験の結果の解析や資料の分析の実施を進めていると思います。まあ、以上でございます。これはホームページで今のおっしゃっていただいたよ、はい、こちら多い、はい、試験の内容が見れるんです、ね、はい、メモを書いてます。幌延の丸には、はい、搬送定置の次何でしたっけ、
乾燥定置回収技術に関する技術です。はい、わかりました。はい、では次の質問。前回会合においてホロ止めの埋め戻し終了時期や設計工事について回答では500メートルまで掘ってから設計するため完了時期は研究終了後と、なりましたけれども、それでは終了時期の先送りをご利用しているように受け取れる自治体や住民との約束が優先されるべきではないか、このことについてお答えいただきたいと思います。JEA の方がお答えくださるんでしたっけ。はい、そうですね。5-2ですね。5-2なんです。あ、文科省の三輪と申します。はいはい、あのご地元の皆様におかれましては日頃よりあの JEA が大変お世話になっておりますことをまず御礼申し上げたいと思います。はい、で回答につきましてはですね、原子機構をでは地元の自治体と協定書の遵守を大前提としながら、約束を守りながらですね、最大限の効果を得られるように研究を進めているというふうに認識をしております。原子力機構において平成31年の末までに研究終了までの工程、その後の埋め戻しについて決定する際にも地元の方々その理解を前提に検討を進めているというふうに認識をしております。以上でございます。同じ質問とそれに対する回答をですね、昨年の夏にホロノベに行った時に現地の方、そこにいらした JEA の方からも同様に伺っています。ということは平成3リモーカーはありますけどね、平成32年の3月31日までにこの事業の全体がどうなるかということをお示しするんですよとおっしゃる。ただ私たち北海道と国と事業所さんたちと、まあ、ホロノベ町ですけど、お約束したのはそれでは、ね、そんな時期になってからでは埋め戻しの工程表も出ていないとか全く先の見通しがつかないのではお約束が守らないのではないですかということをここでお伺いしているんですが、多分きっと何度お聞きしてもその答えしか出てこないんですが、そろそろ埋め戻しの工程表ぐらいは平成32年の3月31日と言わず、もうこの施設を作った時から大体どのぐらいの時間がかかって埋め戻しを完了することができるのかぐらいは見通せるのではないかというのが住民の方たちの意見なんです。どのようにお考え。繰り返しになりまして恐縮でございますけれども、いずれにしても31年の末までにお示しをしたいというふうに考えてございます。次の質問です。文献調査受け入れ自治体に対する交付金については来年度以降の予算として公表されるのでしょうか。お願いします。CNED 長江橋からお答えいたします。来年度予算案としてですね、電源地域対策交付金の一数として計上しておりまして、その旨は公表されているということになります。以上です。2015年に JEA の基盤技術研究開発部が発行した我が国における使用済み燃料の地層処分システムに関する概括的評価直接処分第一次取りまとめの中で、2014年の総合資源エネルギー調査会での議論内容に触れ、制度的管理に及ばない最終処分に向けた取り組みを進める上では可逆性回収可能性を担保し、将来世代も含めて最終処分に関する意思決定を見直せる仕組みの重要性等を指摘しているとしているが、一方同小委員会に設けられた地層処分技術ワーキンググループにおいて地質環境特性及び地質環境の長期安定性に着目したとし、相反する結論を導き出したことを記載報告している。長年原子力事業に携わってきた立場として総合的に判断して新地層処分事業を最終処分の
最善策と評価できるほど最大の可能性と断定できるのか、お答えいただきたいと思います。原子力機構の専務から、はい、答えさせていただきます。直接処分第一取りまとめに、まあ、おきますご指摘の記述はですね、使用済み燃料の地層処分システムの検討を進めることを進める前提として、まあ、我が国における高冷放射性廃棄物、まあ、いわゆるグラス国体ですね、の地層処分に関する動向を概観した部分となっております。総合資源エネルギー調査会に、設けられましたの放射性廃棄物ワーキンググループではですね、まあ、その中では報告書を読ませていただきますと、長期にわたる制度的管理、いわゆる人的管理によらない最終処分を可能な限り目指すと、で現世代が、まあ、最終処分に向けた取り組みを具体的に進めていくことが必要とされております。その一方で長期的な、まあ、処分事業というのは長期的なものでございますから、まあ、解約性と回収可能性というものを担保いたしまして、将来世代も含めて最終処分に関する意思決定がですね、見直せる仕組みとするのも不可欠であるというふうに報告書の中に書かれております。まあ、同じくエネルギー調査会の地層処分技術ワーキンググループではですね、最新の科学的知見を反映いたしまして地層処分の技術的な信頼性に関する評価などを行いまして、その中で、放射性物質を長期に隔離し閉じ込めておくための好ましい地質環境と、それへの整備と、それらに影響を与える、天然現象についての議論がなされていると私ども理解しております。従いまして両者がですね相反する結論を導き出しているというふうには私ども認識しておりません。でなお地層処分事業が最終処分の、まあ、最善策なのかというふうなお話いただいておりますけれども、私ども旧サイクル機構におきましてそれまでの研究関連の研究開発成果を取りまとめました第2次取りまとめというのがございまして、そこでお示ししましたようにですね我が国においても地層処分が技術的に実現可能ではないかということであると思っております。国際的にもですね地層処分にが最も有効であるという認識しておりまして、現在最終処分に向けた取り組みを進めておりますすべての国におきまして、最終処分の方法として、今地層処分が目指されているというふうに考えております。以上でございます。いろいろ言いたいことはありますが次の質問に行ってください。高レベル放射性廃棄物研究開発の所管省庁が文部科学省技術庁から経済産業省へ移ったのはどういういきさつからか、移管された時期、またその理由を説明していただきたいと思います。また高レベル放射性廃棄物研究開発の所管省庁関係、部署課は現在どこにあり、あたり移管以前は詳しくはどの省庁が当てはまっていたのか、詳細についてお答えいただきたいと思います。よろしければ文科省の方から、はい、説明させていただければと思います。まず移管された時期ということでございますけれども、はい、平成13年の1月6日に中央省庁の改革というのがございます、再編がございまして、まあ、その業務の整理に伴いまして、当時の核燃料サイクル開発機構でここが行っております高レベル放射性廃棄物の処分、技術に関する研究、それからまあこれに付帯する業務、こういったものはですね、科学技術省、当時科学技術省の所管から文部科学省と経済産業省の共管というふうになってます。はい、共管となってございます。平成13年1月6日。はい、さようでございます。で、この核燃料サイクル開発機構、その後、まあ、組織の再編がございまして、今今日来ている JEA、日本原子力研究開発機構となってございますけれども、まあ、ここの原子力機構が行っているこれらの業務の所管という意味ではですね、文部科学省においては私ども研究開発局原子力課、経済産業省においては資源エネルギー庁の電力ガス事業部放射性廃棄物対策課が担当されていると。でさらにその移管前どこが担っていたのかということにつきましては、科学技術庁の原子力局廃棄物政策課というふうに承知をしてございます。
原子力局、はい、廃棄物、政策課です。文部科学省は、幌延新地層処分研究センター及び水波超新地層研究所について、どのような監督責任や権限を持って、それぞれの関係業務に当たっているのか、明らかにしていただきたいと思います。はい、文科省でございます。法律の方に定めがございまして、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法に、機構の業務の範囲と、その業務に伴う事務大臣が規定をされてございます。で、ご質問がある部分につきましてはですね、原子力機構法の、第17条の第3号の2というところがございまして、ここに、高レベル放射性廃棄物の処理、処分に関する技術の開発、およびこれに必要な研究というもの、これを原子力機構が業務の範囲としてですね、担うということが定められておりまして、これに伴う事務大臣は文部科学大臣と経済産業大臣というふうにされてございます。現在、文部科学省は、日本原子力開発機構のどのような業務に関連、管轄しているのでしょうか。原子力以外の分野で関連する企業もあるのでしたら、それらも合わせてお答えいただきたいと思います。文科省でございます。ただ今申し上げたですね、同じく原子力研究開発機構法、ここに、機構の業務の範囲というものがございます。で、ここにいくつか書いてあるわけですけれども、例えば機構の業務の範囲としてですね、原子力に関する基礎的研究、それから応用の研究を行うこと、さらに核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務、研究開発を行うこと、また人材育成、等々、いろんなことが書かれてございます。で、この機構法のですね、第17条に書かれてある業務、これについては全て文部科学省は事務大臣ということになっております。4社のコンソーシアムで数年前から開始されたという北海道の沿岸域掘削事業などについて説明をお願いします。資源エネルギー庁の江橋から回答いたします。本件ですね、資源エネルギー庁の委託事業であります、の一つであります、沿岸部処分システム高度化開発というものを指しているというふうに考えております。で、この事業はですね、平成27年度より開始しておりまして、沿岸地域における地層処分技術の信頼性向上に向けた技術開発を行っているものであるということでございます。特に北海道の室戸町の方ではですね、地下水の年代測定技術といったようなものとか、あとは海底地形を詳細に把握するための音波探査技術といったものを、そういった技術の高度化を狙って実施しているものになります。で、この事業自体は成果の最大化を目指しましてですね、産業技術総合研究所、電力需要研究所、あとは原子力環境整備促進資金管理センター、そしてあと JAEA の4社のコンソーシアムで実施しているということになっております。以上でございます。幌延町と近隣自治体への電源散歩交付金を含む新地層研究センター関連への助成金補助金は2019年度で終了するが、翌年度以降埋め戻しの工程に入るとする中で、これらの交付金、助成金についての支払い見通しはどのように計画されているのか、お願いします。資源エネルギー庁の場所から回答いたします。電源立地地域対策交付金の交付規則にはですね、使用が開始された日が属する会計年度から廃止される日が属する会計年度までというような記述がございますので、これに沿って処理していくということになります。以上です。ちょっとこれちょっと確認させていただいていいですか。ここには数字までは書かなかったんですけど、幌延町の方から平成31年度で幌延町の新地層研究センターの電源散歩交付金が終了するんですが、現在平成31年1億5000
188万円で、はい、広報と調査費1260万円合計1億6448万円ほどの、交付金がこれは継続されるのかどうかあるいは廃止されるのかというような質問があるんですが、これは矢橋さんにお伺いしてもいいですか。あ、ここに当日の差し込み質問ということで4つ頂戴してますけども、いずれにしても回答はちょっと現時点では1つになっておりまして、先ほどお伝えしたようにですね、電源に自治体地域対策法の交付規則に沿って処理していくというお話と、あとは先ほどの回答にもございましたけども、平成31年の末までに、研究終了までの工程やその後の面分子について決定するということには JA の中期計画、中長期計画のになってますので、それに基づいてどのようになっていくかというのは決まっていくものというふうに理解しております。さっきのお話と同じで言語変わりますが、平成32年3月31日になっていないとわからないということで理解でいいですか。その交付金についてもちょっといつのタイミングで決定するかというのがはっきりしてないと思うので、31年の末までになので、一番お知りはそうするとご指摘のように32年の3月31日になると思います。早くお知らせしてくれる可能性はあるけれども、一番遅ければその日当たりだということなんです。現時点ではそういうふうに、自由度があるかなと思います。そうですね、分かりました。じゃあ次の質問お願いします。2018年12月26日北海道電力は核燃料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、泊発電所の排水措置実施方針を公表したため、泊発電所の排水措置実施方針を公表に関連する使用済み燃料か廃棄物の取り扱いについての質問項目があります。1つ目は、使用済み燃料は廃止決定すると再処理し、業者に譲渡されるとあります。これでは原発を廃炉にした途端に一企業が出した廃棄物の責任を見ても簡単に放棄して良いかのように受け取れる、他の選択肢を認める余地は一切ないのでしょうか。再処理事業者が受け取りをできない、あるいは拒否した場合、あるいは再処理事業者がない場合、審査中で稼働を見合わせている泊原発の敷地内に置き続けることは危険と判断するのが妥当だが、その場合、経産省はどのように対策をすべきと考え、北海道電力を指導するのか、明らかにしていただきたいと思います。原子力規制庁の無水でございます。まず丸1番の前半についてご回答申し上げます。まず廃止措置実施方針というものなんですけれども、これは事業者が円滑な廃止措置への移行に資するため、運転段階から廃止措置実施方針を作成して公表するものという位置づけでございまして、この廃止措置実施方針の内容について何か原子力規制委員会から許認可を行うというものでございます。ただ泊発電所の排出地実施方針の中で使用済み燃料の処分の方法として、使用済み燃料は譲り渡しまでの間貯蔵し、最終事業者に譲り渡す予定であるという旨の、記載が書いてありますが、これは原子力設置、許可をですね、受けた内容を記載したものというふうに党としては認識しております。で泊発電所のですね、設置許可の中の使用済み燃料の処分の方法
ではですね、国内の採集事業者において採集を行うことを原則とし、採集されるまでの間適切に貯蔵を管理するというふうにしておりまして、で、当該、この処分の方法につきまして、平和の目的以外に利用される恐れがないかという観点については、許可の基準の適合性について平和の規制委員会として確認しました。ごめんなさい、この、 法律の改正というかに伴う方針 の、 発表開始というのは2017年の、何月に変わったんでしたっけ。多分、おっしゃっていらっしゃった新規制基準に関することだと思うんですが、この本件に関しては使用済み燃料の処分に関してはこれは新規制基準に基づいて何か変わったというものではございません。何かの趣旨がその時の法改正で変更したというものでございます。私の知り得る限り規制庁というよりは経産庁さんかどこかが2017年に中身を改正したものについて廃棄法を改正したか何かの時に、ごめんなさい、違います。核原、ごめんなさいね、私自分で書いておきながら、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律というものが改正されてますね、2017年に。それがあって、昨年、2018年12月31日までに、各電力会社さんに方針を明らかにしなさいよという指導があったんでしたよね。申し訳ございません、失礼いたしました。ちょっと誤解しておりました。おっしゃるとおり、廃止時実施方針につきましては、これ平成29年4月14日に法改正で公布されたものでございまして、でもこの改正に基づきまして廃止時実施方針を、原子炉の設置者は定めなくちゃいけない。これは運転中でもきちんと定めなくちゃいけないということが義務付けられまして、で昨年の、12月31日までに、作成し、公表しなければならないということになっております。なっておりました。昨年説明しに来てくださった経産省の方、若い男性の方に法律の立て付けのことについて説明していただいたんです。ここに書いたんですけど、その時には電力会社は必ずしも使用済み燃料を原発を廃棄するとか廃炉にした途端に必ずしも再処理事業者に使用済み燃料を全て譲渡しなければいけないという法の縛りがないなというふうに、ただ原発を設置申請する時にはそのようなお約束にはなっているけれども、じゃあ実際に片付けなければならないよ、原発をやめますよというふうになった時にはそんなに固い縛りはなくって、新たな回収の仕方なり始末の仕方が決まった時のために余裕を持たせてそういう法律の立て付けになっているのだというような説明があったんだよという話を去年の1年前にですね、お話をしたのですが、私たちどうしてもわからないのが、その使用済み核燃料の行方を大手電力がある程度の幅を持ってできるのかどうかっていうことをとても心配しているのですが、どうなんでしょうか。ちょっとその時にどういったご説明したか、ちょっとすみません、ちょっとその時に同席してなかったので、ちょっとじゃあ質問を変えます。今回のことでいいんですが、私は北海道電力の今回 の、 廃止措置実施方針に関する書面を開示されたものを見まして、もし泊原発の3号炉が廃炉になりますよとなった途端に使用済み核燃料は六ヶ所村に譲渡されることになってしまうのでしょうかというふうになると、私は皆さんには大変申し訳ないですが、私は泊原発が稼働することには反対なので、廃炉になりますよと言われれば嬉しいけれど、それが使用済み燃料を直ちに、今日なんかも青森から来ていただいてますが、六ヶ所村に押し付けるようなことになったら嫌だななんて思うわけです。
そうするとさっきの話のところに戻りますが、最終処分というものが新地層処分で、配膳であるとか、廃炉になったら突然使用済み燃料が青森の最終事業者のところに自然に譲渡されるようなことになるというのは少し頭を抱えてしまうのですが、また廃炉が決まってからすぐ使用済み燃料をすぐに出さなくちゃいけないという今日はないではなくございません。廃止しても最後の最後にも全部もう何ですか、原子炉施設ではなくなりましたよという時までに使用済み核燃料物質は払い出さなくちゃいけないということになっております。なんですが今回の質問は、例えばそのつもりだったんだけれど受け入れ先がないよっていうふうになっちゃった時はどうするのかなと思いまして、ごめんなさい、もしもその最初に今の設置許可状は最終利用者に譲り渡すという予定であるというふうに泊まり発電所しておりますけれども、もしもですね他の、方法がいいと、使用済み燃料の処分の方法を、他のやり方に、するという申請、変更申請、原子炉設置許可の変更申請がなされれば、その処分方法が、平和の目的以外に、利用される恐れがないということについて、確認されれば、その他の選択肢を排除しているものでございます。もしよかったら、すいません、今の話初めて聞いたんですけど、というのは6つの中間貯蔵施設で今これから5000トン使用済み燃料で50年間に排出するという話になりますけど、最終的に6カ所の最終工場に持っていくという前提で事業者の話をしてきましたけども、第二最終工場の計画がないので今どうするんですかという理由とですね、元の原発に戻すという選択肢もありますという話し、それから今、伊方と浜岡と玄関とか、それぞれ中間貯蔵をやるというときに、60年貯蔵してから6カ所に持っていくと。しかし、第二最終利用者の計画がないんだから、場合によっては絶え増しになるんじゃないかと思ってますけど、そうなるとですね、最終的にじゃあ、どこに、さっき言ったように、その最終事業者がない場合の出し方っていうことをですね、今のうち検討されてるんですか。もともとは第二最終利用者があるから、で、その中間貯蔵施設もあったり、今計画もない段階で、じゃあどこに持っていくというふうに国は考えているんですか。ちょっと規制庁としてはその廃棄物とか使用済み燃料を今後どうしていくかというその国の政策上の話になりますので、これはちょっと規制としてはですね、それが安全なやり方で平和の目的以外に利用される恐れがないということを確認するものであって、その他の選択肢についてはこれは事業者の判断もしくは推進側の判断になります。臼井さんありがとうございます。この質問ね、でも臼井さんすごく一生懸命答えてくださってありがたいんですが、経産省さんはどのように対策をすべきと考え、北海道電力あるいは他の大手電力会社を指導するのかというふうに質問を結んでいるので、できたら管轄官庁の経産省さんのどなたかにこの質問を答えていただきたいです。すみません、この質問ですね、ちょっとうちの私が所属している課ではなくて隣の課の管轄になります。で両括弧3番の6箇所の質問にもちょっと絡めてその時多分担当の方が来ると思いますので、そちらにちょっとお尋ねいただければなと思いますけども、よろしいでしょうか。はい、サイクル化という、はいはい、北電は方針の中で液体廃棄物について環境中に放置するとしている。放射線レベルについては監視をするとしているが、
薄めればいくらでも環境中に出していいというようにも読み取れる。総量にも制限が必要なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。原子力規制庁の谷川からお答えさせていただきます。こちらですね、廃止措置実施方針に、このような内容は書かれているかもしれないですけれども、こちらはですね、方針自体ではなくてですね、別の規制がかかってございまして、それはその原子炉ですとかを置く、事業者に対して、現状の規制は排出するその水ですとかの、濃度の限度を規制しておるというものでございます。でこちらについてはですね、国際放射線防護委員会という ICRP と呼ばれているところがそういったその放射線 のどのぐらいのレベルまで許容できるかですとかはその勧告を出してございまして、その勧告を受けて今度国内ではですね、放射線審議会というところがございまして、そちらの方で国内の、法律にどう落とすかについて勧告をしてございます。でそれを受けまして今ですね、線量の、規制というものを濃度限度を置くという規制をさせていただいておるものでございます。濃度はそうだと思います。そう、多分そのようにおっしゃってくださるだろうというふうに思ってました。でもここの質問の中心は、薄めればいくらでもたくさん出せちゃうのではないか、総量をもうちょっと気にした方がいいのではないかというご質問なんです。これはさっきの金属加工の問題でもそうでしたね。線量ばかりを気にしているとたくさん薄めればいくらでも出せちゃうようになるけれども、そういうようなやり方でいいのかどうかっていうことを私たち特に再処理工場に関わる青森の皆さんなんかは地元に暮らしていらっしゃると、そこが一番疑問ですね。このままでいくと気体排気放射性の気体排気物とか液体排気物はいくらでも水や空気で薄めてどんどん出せてしまうということになりかねないのではないかというふうな危惧をしています。これは私たち の何も知らない国民の素朴な疑問なので、別に私たち叱りつけているわけではなくて、このような疑問があるので、後でこれに対して私たちにもう少し分かりやすい質問を返して、回答を返していただけると助かります。よろしくお願いします。では続いて差し込みの質問に参りたいと思います。宮田さん、お願いします。から文科省、経産省を含めてこれまでプロドメに対して電源三法がどのように約束されているのか、詳しい実績や見通しなどの説明がない。埋め戻し工事は研究機関に含めないとしているが、電源三法は適用されるのか、明らかにしていただきたいと思います。はい、どうしかなくてはいいんですか。ごめんなさい。資源エネルギー庁の岩下から回答いたします。とこちらもですね、丸1番の時の回答と同じ回答になります。するんですか、しないんですか、あるいは継続する方向で考えているのか、それを教えてください。それも含めて検討中の状況でございます。検討の中身を教えてください。検討の中身自体はですね、きちんと決定するというか、中止条件下に書いてあるのは決定するというふうには文言になってますので、きちんと決定した上でお世話を示するということになります。さっきおっしゃっていた沿岸地域の掘削事業のことに関してですけれど、あれはあんまり新地層処分とかなんかそういうことよりは、あの辺り の地形だとか、地盤だとか、あと海底下の形などを調査されているっていうお話でしたね。4社のコンソーシアムの話です。あれに関してはどうですか、事業の構
これからの見通しというのはもう立っているんですか。今後どうするか、はい、ということでしょうか。一応基本的にはですね、沿岸の技術開発というのはまだだいぶ進んではきているんですけども、必要だということは理解しております。で、沿岸の技術開発もですね、決して北海道の幌延町だけでやってるわけではなくて、静岡の駿河湾とかですね、いろんな日本全国各地の技術的に良さそうなところをちょっとご協力いただいて進めているものになります。ですので、そういった面でもまだ課題が残っているというふうには理解しておりますので、来年度以降どうするかというのも考えているところです。申し訳ないんですけど、幌延の新地層処分研究施設に関しては、先ほどのようなお約束の時期まで回答がいただけないのは分かりましたけれど、さっき言っていた浜里地区を含む北海道の沿岸地域に関する掘削事業などはいかがですか。今の段階でその研究事業がどうなるか、交付金はどういうふうに出るのかなどという投資は出てますか。沿岸事業とその交付金はまず関係がないものというふうに理解しております。で、沿岸の委託事業が今後どうするかというのは、まさしく今今年度の中でやっているところなので、そこに出てきた課題を研究課題をきちんと見てですね、必要があれば当然やらせていただくことになると思いますし、ちょっと繰り返しになりますけど、基本的には北海道の幌延だけでやってるわけではないので、日本全国各地でいろいろご協力いただいた上でやっていると。で、地下をどっちかというと地下を調べるというのではなくて、調査技術を開発するということを主眼に置いているものなので、その結果としてですね、地下がこうなっているという理解が進むのは当然そうになりますけども、基本は調査技術の高度化というのがこの事業の大きな目的になっております。ごめんなさい、もう一つ最後に聞かせてください。この浜里地区に関してのそういったその調査技術の高度化、今やっている掘削事業を含めた4社のコンソーシアムを含めてですが、これに関しては原子力関連交付金というのは1円も出てないんですか。基本的にですね、委託事業に関連してその交付金とか出るというのは私も聞いたことがないですし、はい、というふうに理解しております。省電気で確認ですいませんが、この沿岸の掘る事業ですよね、これ何のためにやってるんですか。目的は何ですか。4社で4社でやる目的です。はい、4社でやるっていうのは4社に意味があるので、何を目的としてるんですか。この事業の目的はですね、基本的には沿岸における地層処分技術というものを高度化するというのが目的です。で、特にその地下をどうやって調べるかっていうその調査技術に関しては、これまでとか平成27年度より前の段階では内陸というのは割と進んできたわけなんですけども、沿岸とかもしくは沿岸海底下っていう部分が内陸部に比べると地層処分の技術全体としてちょっとまだ優劣があるかなっていうことが一応国の審議会の上で議論されてきました。で、その国の研究会も議論されていました。で、その研究会で出た課題を解決するという立場に立って進めたのがこの沿岸の委託事業になります。委託事業はいつ頃終わる予定ですか。報告書とかは出ますか。終わる時期はちょっとまだ未定ですけども、報告書はですね、毎年度公開しております。わかりました。はい、で、先ほどその北海道ってもう一つ駿河湾とかもおっしゃいましたよね。他にもありますか。他にもございます。わかりました。それじゃあ報告書を見ればいいわけですね。報告書に書いてあります。端的にお聞きしますが、この沿岸をやっているというのが、その最終処分場に関して、私はどうもこの毎年ここを交渉しながらね、多分海底、要するに内陸に行くと、高い辺野古じゃないけれど、例えばトラックが横転するとか、反対運動に遭うという可能性があるので、私は
あの船でつけて海底、まあ、昔海底炭鉱とかありましたが、海底に掘って海の底に入れるんじゃないかっていうふうに実はあの思ってるんですね。そういうことはあります？ですね、沿岸といっても大きく2つに分かれまして、はい、今ご指摘いただいたような沿岸の海底下もあれば、沿岸のその陸側の方も選択肢としてはあります。なのでまだそこは両方選択肢として持っている状況になります。で、あの一昨年の7月に出した科学的特性マップですと、あの沿岸から20キロを一律濃いグリーンとしてお示しさせていただきましたけども、まあ、それはあの今ご先生ご指摘のようにですね、輸送の面であの実績が、あの廃棄物を輸送する実績というのは沿岸の海の上の方がかなり多いので、まあ、そういう面とあとは陸上輸送のことも考えて、まあ、沿岸の方が有利だということであのように示したということになってます。ちょっとなんかちょっと質問なのかなんかあれですいませんが、あの海底になるのか沿岸に近い部分になるのか、最終処分場の選定、あのマップが出ましたよね、まあ、かなりラインマーカーで引いたようなマップが出ましたが、そうすると、割とどっちか海底炭鉱になるか沿岸に近いところにするかっていう検討をしているということでよろしいですか？あのどっちにするかの検討ではなくて、あの どっちになってもですね、きちんと地質環境とかそういうものを理解できるような調査技術を開発したりとか、あの設計技術を開発したりとか、そういうことをやっているということです。あ、この事業の中で。わかりました。じゃあどっちかじゃないけれども、その両者、海底になるのか、海に近い場所の 内陸といってもすごく中に入る山の上にというのではない、どちらかを、まあ、政府としては今交流中で委託事業しているという理解でよろしいですよね？その2つどっちになってもいいように技術を開発しております。はい、わかりました。ありがとうございました。いろいろ根掘り葉掘り聞いてすいません。いやいや違う、根掘り葉掘り聞くのが仕事だったから。いやそうなんです。ちょっと僕は、いやいや 私たちの会合が全て今あの差し込みの質問で、いやいやすいませんけれど、あの私たち今みたいにいろいろ伺いたいんですけれど、次の質問が溜まっているので申し訳ありません。あの引っ張ってしまいましたけれど、これからもあの私たち素人にいろいろ分かりやすいようにあの説明をしていただきたいんです。それとあの重ねてお願いなんですけど、今日みたいなやり取りの中でももう少しこの資料欲しいんだよとか、データをはっきり示し、この間のいらっしゃらない間 あの行動内の数のデータとかも、はいはい、今日もまたお話をしたんですけれども、はい、そうなんですけれども、はい、あの取りまとめが出たそうなんですね。でこの間はあのザクッとした途中までのやらないけど、でも今回出たそうなので、すいませんが福島事務所の方にあの先ほど あのデータなどを寄せていただきたい。ぜひよろしくお願いします。今まではやってないとか途中だとかあるけど、報告書がすいません、私ちょっと中断して報告書が出たんであれば、それ事務所の方に送ってください。よろしくお願いします。あ、はい、あのね、もう時間なので質問にしてください、ね。JEA の方、先ほどおっしゃった地層処分でいいんだっていう判断をされているとおっしゃったと理解したんですが、あの私はあの2012年の9月に日本学術会議が、あの地層処分は10万年持たないという意味の、言葉は違うかもしれません、そういう意味の報告を出された、原子力委員会に出されたのをあの傍聴して見ております。 ですから地層処分も本当に日本では危ないんだという意識をずっと私は持ってるんですが、それが違うというふうに今訂正された、その根拠をあのどこを見れても結構ですけど、どこを見ろでも結構ですから教えてください。訂正したというわけではございませんので、学術審議会の方に確かにそういうご指摘、そうです、あそういうご指摘がありました。承知しております。でその後もですね、そういう問題にですね、真摯にお答えすべくですね、研究開発を継続して、まあ、先ほど延長さんの方でもありましたけれども、ああいった形で一つ一つ、まあ、ご疑問に答えていく、そういう形になっております。科学的に、科学技術的に、その
日本学術会議の結論を否定できたわけではないかと思います。あの、いろんな高度化という意味では、あの基本的には先ほどの国の審議会、地層処分技術ワーキンググループのところだとか、放射性廃棄物ワーキンググループのところで、まあ、あれ国の審議会のその学術審議会の後の審議会でございましたけれども、そういったところではですね、やはりあの地層処分が技術的に何では可能であるという結論がされていますので、我々はそれに沿って、まあ、そこで、まあ、一つの課題は、すべて 100% どうかという話になりますと、あるところはもうちょっと詰めていかないで、まあ、そういったところを課題として取り上げて、今国全体として研究開発に取り組んでいるということでございます。ぜひあの学術会議が出した提言についても、まあ、考えていらっしゃるということなので、ぜひよろしくお願いします。ではあのこのカテゴリーはこれで終了したいと思います。あの皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。あの今後も国民がわからないことに丁寧に答えていただきたいと思います。またいらしてください。ありがとうございました。それではあの悩ましい問題が続きますけれど、今日はあの北海道と青森からあの、うん、ありがとうございました。あの核ごみに関するいろいろな、質問を持ってやってきたわけですけれども、特にあの今の話題にも出ていた新地層処分に一番関わりがある問題として、最初に授業ということがあって、またよろしくお願いします。これまでも何回もあの最初に受賞者として一昨年に立ち上がった使用済み燃料最終機構さんと、そこが最初に事業をあのお願いしている前と同じとこですけど、日本原燃さんをお招きして最終に事業にかかる悩ましい問題についてお伺いしているのですが、今日はあのこの問題に関して3のカテゴリーの6箇所ぐらいの最処理事業関連質問にお答えくださる方は、今来ていただいた久保さんと真田さんですが、2人だけなんでしょうか。あの事業者の方とお見えになってないんですか。もしよかったら、じゃ あ, あのちょっと名乗り合ったりしましょうか。はじめまして。あ、はい、じゃあ名刺交換しましょうか。そういうところがどこなのかが分からないと困るので、ご連絡していただければ。ありがとうございます。ではあの早速質問の内容に入りたいと思いますので、宮田さん質問の内容を読んでください。最後に6箇所最処理事業関連の質問をさせていただきたいと思います。前回からの引き続きた の質問なんですけれども、前回の会合で日本原燃に対し2010年10月以降有価証券報告書の公表を取りやめ、会社概況書 のみが開示されるようになりました。なぜ有価証券報告書を作成して公表しないのかという質問でありましたけれども、経産省はこれに対し指導を監督したのか、改めてご回答いただきたいと思います。経済産業省資源エネルギー庁の久保と申します。よろしくお願いします。あの前回の日本原燃の質問に対して、すみません、この回私出席していなかったので、ちょっと日本原燃がどうお答えしたのかがちょっとわからないんですけれども、前回ですね、いらっしゃらなかったんです。なので今回初めてこの質問を。あ、そうですね。この質問に対して経済産業省といたしましては、日本原燃は関係法令に沿って適切に対応しているものというふうに認識をしております。関係法令にのっとってで日本原燃の方で判断されて、対応しているものというふうに認識をしております。どうしてそのように確信を。日本原燃の方で
として判断されて、そう対応しているというふうに認識しているという状態であります。田中さん、これについてちょっと前々回からの引き続きの質問の中で質問していただいたのですが、この後しばらくやりますので、ちょっとこの部分もう少し後にしましょうか。次の質問を読んでください。再処理事業主体者となった、使用済み燃料再処理機構は日本原燃のこうした経営姿勢等に対し改善を要請あるいは指導したのか、またしてないとしたらどのような理由なのか、お答えいただきたいと思います。最初のところ、そうですね、同じことです。これはね、2つ問題がある。1つはね、2010年10月以降日本原燃の有価証券いわゆる会社外供用が出てくることによって、各電力会社から日本原燃にどういう形でお金が払われているかわからなくなってきた。それまでは各電力会社の払っている金額が分かってたので負担が明らかだったんだけども、それがわからなくなった。それからもう一つは、今使用済み燃料再処理機構が出てきたために、使用済み燃料再処理機構がもともと再処理事業者なのに日本原燃に委託しているので、日本原燃にお金を払っているわけだけども、この二重構造でいくと、前の方の2010年からの話が日本原燃は出さなくなってきて、使用済み燃料再処理機構はまた独自にちゃんと情報として提示している中で、さらに日本原燃を隠しているわけだから、私たちには情報が分からなくなる二重の構造になってて、しかもこのお金のほとんどは国民が払ってるお金が出てるだけなんですね。決してですね、電力会社が払ってるわけじゃないわけですけど、ある程度のところからね、ずっともう日本原燃3兆円ぐらい払ってるわけだから、でそういう形がね、分からなくなってることによって、責任の所在が不明確になってることに対して大変私たちは憤りを感じるわけです。で皆さんは適切にやってるというふうに言うけども、私は少なくとも再処理をする前受け金という形で3兆円を考えてきたんだけど、この前質問した彼らは維持管理費だという形になってしまったんです。維持管理費、10年の維持管理費で3兆円があれば、40年を返したらさらに12兆円かかるわけでしょ。さらにそれに再処理費用かかったら何本国民が払うわけですかというところがね、分からないものが非常に困るので、そこのところが明確にならない形で国民からお金を集め出す、そういうシステムを続けているということに対して、これは問題じゃないかなと思うんですよ。皆さんが払ってるわけじゃないから、ね、でただ最終的な事故起きた責任者は経産大臣が思うわけだからさ、その時に誰まで責任を取るんですかとか、今度税金で払うんでしょう。こんな理不尽な話はないと思うので、これが分かりやすい形で提示されることが本来求められると思うんですけど、ちょっといいですか。はい、どうぞお渡ししてください。ここに日本原燃さんの会社会計書ってあるんですよ。これホームページから取ったやつね。ご覧になってますか、経産省さん。私も見てびっくりしたんですけど、今山田さんがおっしゃったようにですね、分かんないんですよ。これ見てもどういうふうに事業をやっていて、お金がどう流れてるかって分かんないんで、追ってですね、その水野さんのところ経由で質問書を出しますから、過剰書きにして、ちゃんと答えてほしいわけですよね。それで、ここ見るとですね、ホームページに書いたんですよ。その法令に基づいてやってるでしょうって。法令の名前言ってみてくれません？ちゃんと見てないでしょ？違います？法令は、金融商品取引法になるかなと。何条ですか、それの。そうです、何条か。だから見てないでしょって言ってるわけね。ここに書いてあるんです。金融取引法第24条第1項の出し書きって書いてあるんです。それに基づいて出さなくなったと。で、この第24条1項って、ご覧になったことあります？暗証できるほどは読み込んでいない。じゃあ、その出し書きのどういう情報で、有価証券報告書でなくしたっていう。
ません。記憶がちょっと完全に暗唱できるわけでなくて申し訳ないんですけども、ある一定の要件があって、そこに当てはまる、当てはまらないによって、その要件って何ですか？そうです。それはちょっとここでは申し上げられない。だから昨日僕がちょっとインターネットで検索したら、株主の数みたいですよ、どうも。これは、はっきりはしないんだけど、で、そういうことを聞いてるんですよ、この質問ではね。だからちゃんと答えていただかないと困りますねということです。それでこの中のね、その項目多分20個ぐらいあるんですけど、分かんないのが、あの今あの山田さんがおっしゃったその再処理の前置き金以外にね、例えば廃止資産っていうのがあってですね、でそれ見るとね、その将来確実に収入が見込めるので廃止引当金と同金額のものをですね、資産勘定で廃止資産とかなんか言って計上してるわけです。これ粉飾じゃないですか。例えばそういうところとかね、そもそもこの会計書って公認会計士の監査入ってます、これ入ってるんですか。先生、そこは日本原年に確認してみないとわからない。だから、まあ、例えばそういうことですよ。あんな小さな農協に対してですね、公認会計士入れろって言ってる政府がですよ、こんな巨大な事業をやって国民の税金をたくさん使ってるのに公認会計士の監査も入っていないんですか。これもすごくポイントだと思うんですけどね。だからあのもうちょっとですね、経産省としてもその日本原燃のその事業の特にお金の流れをですね、きちっと捕まえていただいて、そしてそれをですね、私たちに説明してほしいわけです。わかります。 BSPL ね、対借対照表とソニー経産省をそれぞれですね、ちょっとご説明いただきたいと。1年に1回会合を開いてるわけですから、こういう会合をね。それは経産省が説明されるのか、最初に機構がされるのか、日本原燃自らがするのかですね。それは経産省が仕切っていただいて、とにかく国民に向かってちゃんと説明をしなさいというですね、ご指示をお願いしたいなというふうに思うわけです。これ見てても本当にわからないです。これあの毎年やっていますが、日本原電って、みんなからいろいろね、電力会社お金払わなかったりしなければ倒れるんじゃないかって有価証券報告書を、ちゃんと公表してほしい。でやはりそれは税金や、まあ、電気料金も含めて言っているわけですから、で日本原電の経営ってどうなってるかみんな思ってるわけですよ。そうだとすると有価証券報告書の公表すべきだとかですね、そういうのをあの経産省指導してくれますか。それご意見としていただいて検討させていただきたい。はい、わかりました。じゃあまた、ありがとうございます。さっきのね、はい、いらっしゃる前に私たちは金属の加工事業の話をしていたんですが、その時もそうなんです。事業者さんがこう言ってるからそうなっているものと思って認識しておりますと言ってください。それは信頼性が高いからなんだということは、あの私たちは聞いて、へえそうなんだって一回は聞きますけれど、でもやはりあの監督官庁さんなんで、相手が最初から悪いことしてるとか何かに改ざんしてるとか隠蔽してるとかっていうふうに疑えとまでは言いませんけど、やっぱり確認作業って必要と思うんですね。先ほども久保さんのご説明 だとね、あの使用済み燃料再処理機構とか事業主体であるこの方たちとか、あの日本原燃さんはこうきちんとやってるというふうに言っているから、私たちもそう思っているというようなご説明だった。でももうそうは言い切れないことがあの山ほど出てきているようなので、すいませんけれども一度確認をしていただいて、経営内容がどのようになっているのか、あの今言ったような田中さんがご指摘されたようなことが実際どうなっているのかを福島事務所にあの知らせていただきたいんです。それは確認して知らせていただくことができますよね。でちょっとその辺も、あの昨年のやり取りの中では市企業がやっていることなので、使用済み燃料再処理機構はあの新しい事業主体となったにもかかわらずですね、日本原燃の経営内容や技術的な大きな問題に対して何も言うことができないとおっしゃるんです。それじゃあ、ね、事業あの再処理事業者としての事業主体者としての責任っていうのが、ただの市企業株式会社
を相手にしてやっているにしてはあまりにも悩ましい問題なので、それでいいというふうには国民が大抵思わないですよね。なので、あの福島さんもおっしゃった通りなんですけど、このデータをですね、きちんとあの一般の国民の目に触れるところに確認したいので、調べてある程度出していただけたらと思います。それはお願いです。あのどの程度出てくるかは分かりませんが、あのぜひそう言っていたからその報告の通りだというのではなくて、確認作業をお願いしたいと思います。これはお願いです。はい、どこまで来ましたか。あの先ほど持ってきてくださったこの資料、私はあのうまく説明できませんので、田中さんもう一回あの久保さんにね、あの見てみてもらえませんか。あの先ほどですね申し上げた廃炉措置資産っていうのがあってね、でこれね、その金額がものすごいでかいんですよ。これあのバランスシート見ると、念のためにも申し上げておきますよ。廃炉措置資産の金額はですね、昨年度の末で5417億円です。でこれは将来あの入手することが確実だとか書いてあるわけです、後ろの説明事項にね。ということはですよ、この5400円相当金額をその現年はまあ言ってみれば将来国民からいただきますよって言ってるのと同じですよね。でこんなの、ああそうですかって言われていかないですよ。5400億円も分かります、言ってること。これまあ一つの事例ですけど、であの、私が箇条書きにして質問をお送りしますので、それにお答えをお願いしたいなと思います。福島事務所を通じて、あのまた追質問になりますけれども、あの答えられるものとすぐには出てこないものがあるかもしれませんけれど、それをあの投げかけますので、また教えてください。あの次の質問、ちょっと難儀な質問でどなたがきちんと答えてくださるかちょっとわからないですが、じゃあ9分からお願いします。高レベル放射性廃液が沸騰し蒸発乾固した場合の乾固生成物の総量、重量または重さを予測推定しているのか、これについてお答えいただけますか。これはどなたか。私原子力規制庁の核燃料施設審査部門で総括する真田と申します。真田と申します。あの3番以降はあのちょっと使用済み燃料最初立法と減免ご質問ということでしたけれども、あの、まあ、高レベル廃液の蒸発乾固についての質問をいただいておりまして、まあ、こちらから、まあ、お答えできるものとしてはですね、あの今ご案内通りあの新規制基準から適合性審査を行っているという状況でございまして、であの高レベル放射性廃液が冷却機能が喪失してですね、あの蒸発乾固に至り、まあ、リテインとかですね、そういったものがあの、揮発しているというものはですね、あの我々 その原子力規制委員会の規則というのを、あの、まあ、重大事項の一つとして定めておりまして、まあ、それについてはですね、あの我々 その新規制基準の適合性審査で、まあ、一つ一つその、規制基準の条文に従ってですね、あの審査、まあ、公開で行っておりますけれども、その中で、重大事故の発生や拡大の防止とかですね、あのそういったものはあの重大事故に対しての対処設備を設けないといけないというようなのがございまして、まあ、それについて今審査をしているということでございます。で、まあ、それらはあの、まあ、我々あの資料と全て公開しているというような状況して、まあ、公開会合等で、まあ、やっているということでございます。でちょっと最初にですね、あの新規制基準適合性審査はあの、まあ、公開会合で審査してですね、まあ、ご覧になられているかもしれないですけれども、まあ、最終的には準
局の方で取りまとめまして、あの委員会にさお分かりしてですね、あのその適合性を、あの判断していただきますので、あの今、新規責任 の審査途中ということでですね、何かあのなこちらとして正式にまあ、こうですといったようなことがお答えするのが難しいということで、そうですよね。2月28日の審査会合で出てきた資料がありますよね。でそれまでもう5年もう6年目あるんですけども、一番最初に審査会合で蒸発炭素が問題になってずっとやってきて、でルテニウムの発生量を抑え込むために4年冷却から15年冷却の最終的に変えようという話になって、で最後の段階でじゃあ蒸発炭素したらどうなるのっていうことがようやく1月28日にもう5年かけて、でこれ見ると最後セル等に開放する場合、セルの中にいますね、で支配気筒に出てそこからセルを支配気筒監視して抑え込むんだというところまでがやってます。確かに。ただこの中で出てきた用具に初めて分かったんですけど、ステルス容器が1500度しかない溶液で溶けちゃうのに、それを超える溶液の温度が固化したものが1600度とか120度しか言うのがない、こういう状態だったら溶けてしまうんでしょって話になるときに、皆さんは、まあ、考えられるのは乾水して全部とか水入れて水漬けにして出すんですよ。で最後にセルの方に出た気体が支配気筒で抑え込むんだ。ところが支配気筒に水漬けしたその水をどうやって回収するかと聞いたらば、2万立方メートルのプールを2つ今作るんで、その中に戻すんだですよね。戻してしまったら汚染されたものが戻るんだから、福島と同じようにもう二度とこれは使えない。でそんなことでやったら、この完遂した状態のこのセルだけですね、そういうものってのは二度使えるんですか。最終工場自体がもともとは二次系でやってる部分もあるけども、一次系にしなければいけないところがあって、そういうところで事故起きたらもう最終工場全部使えなくなる、そんな話してるんですよ。でしかも重大事故の事象についてはこの7月6日の資料を見ると940事象が考えられる、その外部事象じゃなくてね、内部で起こるものがあると。でそれに外部事象、13事象あります。地震、津波、いろいろあります。これが起きてるときに、こういう事象が起きたら、あっちが起きたときに、これが起きたときに、あなたに対処しきれるかっていうことを皆さんがちゃんと検討されているのか、日本原燃の資料は、まあ、検討できるというふうに、対処できるというふうに書いてるんだけど、そんなもの本当にできるんですかって話に聞いてるんです。だから、少なくとも、ここに質問されているようなですね、蒸発完工した後の状態とか、これに対してどう対処するとか、規制委員会はそれを量として今あの補正申請書の精査を待ってるわけでしょ。皆さんの方はもうこれ以上審査しないわけだから、ということはこれで良かったということになるって、日本原子の市場がそれに対してどうするのかということを皆さんが今答えなきゃいけないのに、なんで今出るのを待ってますかって言われて、皆さんも検討してるわけですよ。この前の1月28日の審査のことで終わっちゃったんでしょ。だったらそれでいいってことになってんだったら、それなりの答えを出してください。それからさっきの方が言ってました、使用済み燃料最初期機構じゃなくて、使用済み燃料が各原発から例えば廃炉になった時に出さなければいけない、それ最終事業者だって言ってるんだけど、6カ所もう3000トンプールが満杯で、今伊方にしろ廃炉の浜岡にしろ玄関にしろ使用済み燃料は中間貯蔵するって言ってるんだけど、全部ですね、60年後に6カ所に持っていくことになってるんですよ。ところが60年後に6カ所の第二最終工場があるという話もないわけだから、それに対してどうすればいいんですか。さっきここにいた人がお宅の方で検討してるみたいだから答えてくれるでしょって言ってたので、これはどういうふうに考えればいいんですか。ただ単に原発現地に置いてはいけないから6カ所に持ってこれないんで、とにかく持っていると言ってるけど、60年後のことは約束できないんだったらまた元に置くよと、そんな話を皆さんも了承されてるんですかと聞きたい。審査終了してるんだから、もう何でも答えられて、これで大丈夫ですっていう答えが
規制委員会から来ないとおかしいんですよ、と思いますね。お話ししてもらおう。あのごめんなさいね。私たちがね、なんでこんな風に生きり立ってるかは悩ましいものをみんなでね、付き合わせて考えてるし、日頃国民のために一生懸命働いてくださってるのだから共通の認識だけど、1月28日の審査会合ではあらゆる問題が起きていることは認識しながらも異論が出なかったなどという報告を新聞が書いているんですよ。なので私たち国民に見えるところには規制庁さんはあのように問題だらけの最終事業者がたくさん問題の箇所を発覚しながらも追加説明を求めていながら会合でも最終的には異論が出ないっていうのも変なものだなと思っています。これは私たちが見ているのは私たち北海道から来たからね、北海道新聞の1月29日の記事にそのように記述されているんです。ごめんなさい、そういう理由でした。山田さん、回答していただけます？少しお話できますか？事業者じゃない、やっててちょっと私も、ちょっと回答はしてるんですけれども、定例会等ではですね、これから、取りまとめと行っていて、ですね、皆さんのところにいた長谷川さんっているでしょ。長谁川さんね、もちろん裁判所にも来てるでしょ。長谁川さんっていたでしょ。今やられてる彼が聞いてるんですよ。支配機構に、ね、排出する機体に対して水漬けにして抑え込むんだと。でその流れはどこに行くんだというんで、皆さんの方と原年の答えはプールに戻します。その2万新しく作るもの、それからその中のもう汚染されたものは次に使えないでしょうって聞いてる。それからもし足りない時は小淵沼から汲み上げた水で水漬けするわけですよね。これ完全に汽水なんだから塩水入ってるんで、今度は危機が錆びるわけですよ。そんなものをもう使えないでしょ。これ普通常識です。でこの前県に企業者に聞いた回答についてももうそういう懸念があります。錆びるんだから、そんなものを最終工場として二度と使えないものをですね、安全対策と掲げていることに対して皆さんはそれで領土することがね、私にはどうも理解で、一番蒸発炭素の大事なところでもう容器が溶けてしまったら廃液はどうなんですかっていうことを普通考えるでしょう。皆さんだってね、自分のところになってもね、あるんですよ。それをでどうするんですかっていうことを聞いてるだけなのに、なんで答えられないんですか。長谷川だったら答えるけど山田には答えられないんですよ。そんな結果切り込むじゃないよ山田さん。だって普通考えたらそうじゃない。9の2番のところのお尻のところは答えていただけますの。この使用済み燃料最初に機構が事業主体なんです。だけど事業を受け負う日本原燃が何かあった時の責任を負うんでしょうか。国民にはちょっとそのあたりもよくわからないんですが、規制庁さんはどのようにお考えなんですか。事故のような大きなこと、賠償責任が終わらなきゃならないようなことが起こった時にはどちらの。再処理工場の事故の責任の所在はです、政府答弁でもですね、言ったようなことを昨年の、初半期にも、問われて、質問推奨のような形で聞かれておりまして、それもですね、新規制基準の審査中ということで、答えすることは差し控えたいということで、政府の方で回答していますので、ちょっと政府答弁以上のことが、ちょっと私から。ごめんなさい、ね、佐々田さん、そう、ということは、いまだ国民の目の、前には、どちらが何かあった時の責任を負うということが、はっきりしていないということに。聞こえちゃうんですけど、がそのように受け取るんで構いませんか。今いただいて 4つの話、いえいえ9の2の答えなんです。いろいろ書いてありますけど、上の方には上官の話を書いてありますけれど、そ
その他にもいろんな問題が再処理事業というのはあるので、今は2015年から積立金が全部譲渡されて、そしてもう拠出金となってしまって、事業主体、再処理事業の事業主体が使用済み燃料再処理機構になったわけですよね。新しい法律ができた後はね。で、相変わらずやってるのはそういった実際の技術的なことをやっているのは日本原燃さんだけど、事故が起きたり賠償を伴うようなことになった時にはどっちの責任を負うんでしょうかというと、国会の答弁でもそのようなことになっていて、審査中だから答えられないっていうふうになるけど、今現在実際おっかないものはそこに置いてあって、そういう可能性がゼロではない時にどっちが責任を取るかわからないよって言われちゃうと、国民としてはとても不安なんですけれども、規制庁さんはどのように思われますか。ちょっと立場的にちょっと申し訳ないですけど、政府党員のことがちょっと私としてはさっき申し訳ないと思います。なので私が言ったような受け止めで構いませんか。どっちが責任を取れたかぼやっとしてるってことなんですよね。はい、ごめんなさい。はい、3番目高レベル放射性廃液の蒸発管庫という蒸発管庫と伴う事故の可能性から、その対策について新規制基準を見直し、適合性にかかる審査をすべきではないでしょうか。今後これらについて検討することは考えられておりますか。いや、だって審査してる人たちが量として今補正書を待ってるんでしょう。だったらば一定程度了解したんであれば、日本原燃に代わって対応はどういう形にするっていうのは言えなければ審査が終わったことにならない。そうですね、並行して審査書も用意してるんでしょう。これから学校もやるんでしょう。正直にですね、でも実は今の話って私たちが言うんじゃなくて、皆さんが去年の5月の段階でもう量として、ね、補正書が出るのを待ってるんですよ。落としの2年前です。その時に待ってて、非常用電源の見積もりが起きて、その時は審査が1年の9月に審査中断して、で去年の5月からまた始まってということで、もう伸び伸びになったのは日本原燃が伸ばしてるだけで、皆さんが伸ばしたことないじゃないですか。だからもう終わってきてない。それがここで蒸発管庫がようやく出てきて、最終形態がこうですよ。やっぱり我々も含まれる質問の最後の答えもここに来てるわけだから、それについても議論してる。皆さんがそこで黙ってしまうと、審査が終わってないように思うんですが、審査が終わってるんですよ。重大事故対策のあれですよ、失礼します。防水対策で使用した水が汚染されて、そのまま扱う。それから水を使っておうちの中の水を使って冷却するとかしてるってことが錆びてしまうでしょう。それでも使うんですか。それとももうそれ水漬けになってしまったら、最初以降ではもう一切使わないと。どうしてですか。蒸発管庫対策でおうち沼の水を使って、で最初以降とかは錆びが汚染されるとか。そのために今工事やってる。ちょっと私今日いただいたのは、その蒸発管いただいたというか、最初のことを言うんですけども、蒸発管庫に関するもので、重大事故対策がずっとあったことですね。これから補正書出たり審査書を出す前に答えてくださいね、今の質問。そうですね、国民への質問、ごめんなさい、国民への説明をされる場がこれからあるわけですけれども、そうなる前に今みたいな質問にきちんと答える必要があるとやっぱり思うので、
議員のところを通じて今の質問の数々にきちんと答えていただけるようにお願いしていいですか。回答は用意していきましょう。回答はですね、先ほどお答えさせていただいたものがちょっと回答になってしまうんですけども、審査中ということと、あとその重大事故対策に関する懲罰幹部の事業規則 の回答条文ですね、35条項に従ってやっているということで、最終的には取りまとめてですね、委員会の方にお分かりしてということなので、ちょっと我々としてその審査を公開しておりますけれども、最終的に固まったものはございませんので、お答えする、ちょっと私の立場からお答えするのは難しいです。すいませんけど、日本芸能を出してきた補正書がね、もう15回読んできて、1回あたり1万ページくらいあるわけですよ。でそれを見てても分からなくて、皆さんも分からなくて、で自分たちが審査した結果が出なくて反映されないから突き返して、それで出してこいって言ったのが去年の5月ですよ。でその時に出てきたのを見たら、私たちの審査会合の結果が反映されてないダメだっていうふうな顔をして5月でやってるわけでしょ。皆さんはそれを突っ込んでるわけですよ。で我々の方から見るとどれ見ていいか分かんないわけですよ。15回の審査会合に全部が不満があると。で今16回目がようやく出ようとしてる。また1万ページぐらい出るんですよ。でそれを見なければ分からないって話にならないでしょ。ある程度もう方向性が見えてるんだったら、少なくともここに書いてあるように3つぐらいの質問とかで、それから水漬けになったその水はどうするんだとかぐらいは簡単に答えてもらえなかったら、わざわざ青森から雪の中出てきてね、この3つぐらいの回答でいいですかって言われたら、俺はもうとてもじゃないけどやってられませんよ、本当に。なんか答えなければさ、意味ないじゃないですか。規制庁さんのね、答えにくいですよね。本来私たちは説明を受けるべきなのは、事業主体である使用済み燃料最終的考察と技術を任されている日本電源さんが、私企業かもしれないけれども、そのような重大なことを受け負っているんだから、ご自身の言葉できちんと解説してくださるのが理想的と思いますけれど。はい。重大事故対策を出そうとしているのと出したのとは違いますよ。ちょっと防水対策についてはちょっとすいません、11月の下旬に私来て、ひげてばさんたちとお話しして、あなたもたちがいたはずなんだけど、でその時にね、重大事故対策を起きた時にどこまで被爆するのかっていうことで、日本原燃が7月6日出した資料を見ると、ね、作業員は10ミリシーベルト目安だと書いてるから、私は10ミリシーベルトぐらいなんですかって聞いたんですよ。そしたら規制以外の人がね、いや250まで引っ張ってしてもらいますよって言ったわけですよ。だからそこまでね、ちゃんとやってる、検討してるわけでしょ。だったらそれなりのことが本来は日本原燃の方向に出てこなきゃいけないのに、一見すると10ミリシーベルトで、皆さんは重大事故に拡大する前だったら250ミリシーベルト、まさに福島の原発事故の被爆と共有されたような形でやってもらうんだよと平然と言ったから、私は逆にね、皆さんが国民を守る立場であればもっと低くしなさいと指導者が勝手に言われたのに、皆さんの方が高くせえって言ってると、これはね、私たちはとても規制委員会でも規制じゃなくて推進と同じになってしまったというような気がするので聞いてるわけです。だから少なくとも考えられるね、おうち沼の水使いますよ、規制委員会だから錆びるでしょ、質問に対して、もしくは2万人、日本メタルの2つ作るけども、汚染水を回収するんだったら、これは二度と使えない状態になるんじゃないかという、最低限、原発最終的に守るための対策として皆さん考えてるわけだから、それはね、少なくとも答えてもらえないと、いや、そこは分かりませんじゃないでしょ、長谷川さんだったら分かるんですか、長谷川さんも連れてきて、ここに。8月28日の会合では、異論が出なかった。市民の方たちからは異論が山ほどあるからですね。なので今のような質問や疑問にね、皆さんが出されている資料との齟齬が私たちの中であるわけだから、さっき木村さんがおっしゃった通りね、ある一定の国民への説明がある前に、今のような質問に一つ一つ丁寧にお答えくださらないと、さっきお
山田さんがご指摘された通り、規制庁さんは規制もせずにね、あの審査の適合はね、されている。大丈夫よとお墨付きを与えるようなことになりかねないと心配しているものですから。で、福島さんね、この問題に関しても、はい、福島水復興事務所をあの窓口にして、今のような質問を返して、はい、フィードバックしてもらっていいですよね。すみません、一言だけ言っておくけど、あなたたちはね、日本原燃に騙されたでしょ、前に。去年の5月の話の時に、おととしの5月に審査会合で反映されてない。それで8月に医療用電源施設の漏水が発覚した時に、ね、去年対策したんだから起きるわけないでしょって言った時に、いや、対策したって言ったけど、一切してませんでしたって言われて、騙された経験になるんじゃないですか。同じようなことがね、これから起きるかもしれないんで、日本原燃がやりましたって言ってもやってなければ、今度皆さんがそこに働いてるわけだから、何人かは。その人たちが被爆する可能性があるわけだから。自分たちの同僚を守るためには、ちゃんと規制をしなきゃいけないんだよ。原燃が言ったから大丈夫なんていうか、騙されて一方ですから、ね、そこだけはちゃんと把握していかないと、本当に規制するままはそこにいて被爆するということになってしまうので、250ミリまで被爆する覚悟がありますかね。どうぞ、あのそのマイクをお渡ししていただけませんか。確かあなたあのちょっと前にあの三陸の方からお見えになった方とやった時のお相手であることじゃないですか。そうです。そうでしょ。であの時も審査中を入院して一切答えなかったですよね。だからそういう姿勢ってあのリスクコミュニケーションになってないって言って私が申し上げましたよね。少しはちょっと考えていただかないと困るんだけど、形だけやってるんじゃないんだからね。それで、私から申し上げたいのは、その岩手県の方々が言ってるのはですね、蒸発観光にならないようにするというですね、リスク対策はどうも審査されてるんだけれど、蒸発観光になっちゃった後についてはですね、全く何も審査してないじゃないか、検討もしてないんだろうっていうふうにおっしゃってるわけ。これに対してはね、きちんと答えてもらわないと、これ審査の手抜きだということになりますよね。これをまず一つお願いしたいわけですよ。それから二つ目は、これ僕がですね、その時に申し上げたんだけど、そもそも最終事業の審査においてですよ、この蒸発観光のその後ですね、蒸発観光しちゃった後についての、いわゆるリスク対策、重大事故対策についてのその規制基準というのはあるんですかと。最処理施設に関する新規制基準の中に、この蒸発観光対策といったものがですね、きちんと盛り込まれているんですかというのもあなたに聞いたじゃないですか。ね、そういうのをですね、まあ、あの伊達にやってるんじゃないんだから、きちんとこう質問には答えてほしいわけですよ。ないとかあるとか。あるかないかどっちかでしょ。ね、だからちょっと今進んでるお話、その2つ付け加えてくださいよ。要するに審査していないでしょ。蒸発観光になった後の危険性についての審査はしてませんね。で、審査ができないというのは、そもそも最初にの施設についての新規制基準の中にその項目もないでしょうと。これが質問ですよ、この2つ。健康を守っていただくためにあのきちんとあの規制をしていただいて、今のような質問にあの真摯に答えていただけますように、あの福島さん の事務所に、ね、今の質問の回答をあのいただきたい。いつまでって言わないとあの先延ばしになってしまうので、今日は残念なことに事業主体である使用済み燃料再処理機構さんと、それから仕事を引き受けてくださっているというか、くださっているのか、まあ、なんか表現が難しいです。日本原燃さんがいらしてない、両方とも経済的なお話も、お金の出し入れについて、経済的な部分も、技術的な部分に関しても、本当はあのこの事業主体であるところと、あの仕事を引き受けてくださっている企業さんに来ていただいて、ちゃんと説明していただくのがいいんですけれど、たまたま、その規制する側だという。話をしていただくことになってしまいましたから、あの
今の謎が解けるように今度職場に持ち帰ってですね、田中さんの言われたこととか田中さんの質問とかに答えるものを、そうですね、今2月の今日は14日バレンタインデーですけれど2月12日も出していただけますようにお願いします。はい、どうぞ。今の原子力災害指針の中で、出てますね、35条に関係する、いわゆる除外参考に関する対策を取って、で、これも原発に比べれば、半径が最初には半径5キロ、で、東京では原発30キロ、大間もそば、これからなってきますけど、それに比べてですね、その扱う放射能量が非常に多い中で、こういう状態の事故が起きているときに、本当に5キロで収まるのかという不思議が地元にあります。ですね、まあ、海外の例見ても6キロとかしかないのでそうだというふうにしょ。でも原発だって8キロから10キロから30キロに変わったばっかりだから、扱う放射能がさっき言ったようにね、10ミリシーベルトのものが250倍も25倍も上げるんだったらば、もう5キロのものが125キロまで逃げないといけないと思うんですよ。だからそれを拡大していくように皆さんの方がそのICRP とか IAEA の基準を持ってきて大丈夫なんだっていうんじゃなくて、 ICRP の基準だったら5年間で100ミリシーベルトで被爆しないとか、1年間で1つの事故で250まで上げてもいいという許可を与えることができないのだからさ、そういうことで考えていくと IAEA の基準も、ね、IAEA ってのは今一番やってるのは6カ所のためにやってるわけで進出してるのが一番金かけて、だからそういう意味では6カ所のことが どれほど危ないかという世界を見てるわけだから、日本の規制委員会もそこでですね、交代することがないように、少なくとも世界の例を採用して、6カ所は動かさないという結論を出すことが私は言えないとおっしゃるけれども、なんか動かしてもいいようなところをですね、最近議論しているので、ね、懸念していますので、よろしくお願いします。すみません、時間になったので、はい。質問にしていただけますか。質問です。質問です。はい。ちょっと新しい質問になると思います。この再処理の関係でですね、東海第二でのところの近くのところに再処理工事ありますよね。昨年の6月に確か規制庁さんもその廃炉にするということで、その道を合格というかなったと思うんですね。で、今東海第二原発がその大きな地震が起きた時にですね、防潮堤を作らなきゃいけないということで千何百号か700号だったかな、なんか作ってやるという話になって一応合格になってますよね。で、実はですね、再処理用の廃炉になったっていうことに関して、廃炉っていうのは70年ですか、っていうぐらいかかるという話を聞いてます。で、一方でですね、8年前に起こった福島の事故がありますね。あの事故は海溝型の大地震ということでした。で、同じ去年の6月にですね、地震調査研究開発推進本部がですね、同じ海溝型の地震が千葉茨城県沖にですね30年以内に起こる確率が 70-90% っていうふうに発表しております。で、それを合わせるとですね、東海第二原発は防潮堤がなんとか、間に合えばいいんですけれど、作れるって話なんですけども、一方で再処理工場の廃炉に関してはですね、廃炉をどうやってやるかっていうそのことだけに中心をやっているようで、70年かかるんだとするとですね、津波が来てですね、確か高さはですね、再処理の廃炉するところはですね数メートルしかないと思うんですよ。航空写真とかの中で見ますとね。で、おまけに、第二工場からですね、2.5 キロだったかな、しか離れてないんですよ。そうしますと津波が来た時にですね、もろにやられてしまう、要するに入る時にやってる途中でですね、そうしますと
あそこにある放射能っていうのはめちゃくちゃ多いですよね。そうすると、あそこでもし、そういうことになった場合ですね、これはもうどうにもならないんじゃないのか。東海第二原発はなんとか膨張で作ってやってるかもしれないけど、その再処理工場の廃炉に関してはですね、そのまま、かぶってしまう。で、いわば、福島の二の舞になる可能性が非常に高いというふうに私は思うんですが、そこのところはどうなってるんでしょうか。以上です。急に出た質問だからね。これはですから今答えてくださいって話ではないと思う。じゃあ付け加えていただけますか。先ほどの質問の最後に付け加えてください。すいません、一言。もう長いので、今みたいに長い質問でなければいいでしょう。いつもはみ出ちゃう。経産省もせっかくいらっしゃるので、実は、数週間前に経産省の方と話して、でこれ放射性廃棄物1万8000トン、それからプルトニウム47トン、それからプールには160トンぐらいありますね、プルトニウム。それをどうするんですかという話をしたら、その方は、いや、私たちがまだ入庁する前の話ですかとおっしゃいました。わかります。まあ、この40年動いてきた結果として、これが生まれてるんです。だけど今日のこの2時間のずっと議論で、核のゴミはどう始末していいか、いまだに全く模索している最中だということをはっきりしました。それで皆さんも若いですけれども、だから今できた核のゴミに責任があるとは言えないかもしれないけど、こんな状態であるにもかかわらず、原発を動かして核のゴミをもっともっと増やすということは本当に馬鹿げていると思います。ぜひそれをやっていただきたいということの要求です。要求なんです。すみません、長くなりました。お二人にはいろいろ申し上げて、急なことで申し訳ありませんが、こういった国民の意見が反映されますように、今日の質問をですね、現場に持ち帰っていただきまして、私たちにばかりよりまた説明をしていただきたいと思います。長い時間、すみません。拘束しました。回答待ってます。2月中にしていただければと思います。ありがとうございました。市民の皆さんも今日は長い時間をお集まりいただきましてありがとうございました。また関東エリアにお住まいの皆さん、北海道と青森と北海道も今回は核のごみの問題は高レベル放射性廃棄物や特定放射性廃棄物だけではなく室蘭の金属加工の問題などに取り組んでいるウォッチャーズの方たちと一緒に来たんですけれども、私たち遠くから来るので関東の方たちには本当にお世話になって手伝いをしていただきまして心からお礼を申し上げます。ありがとうございました。また会合を1年に1、2回のペースでやっていきますので、これからもちょっとお手伝いをしていただけるとありがたいです。本日は本当に長時間になって申し訳ありません。また私が思いつかないようなグッとくる質問をしていただいてありがとうございました。木村さんも本当にどうもありがとうございました。では皆さん、お定まりなんですが、ここはもう少しで片付けなくちゃいけないので片付けを手伝って参加したいと思いますのでよろしくお願いします。後ろの方に皆さんがお持ちにくださったさまざまな資料などがあります。また缶バッジとか大間 の, 支援のものなどもありますので、まだ時間がありますからご覧になって、そして参加したいと思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。